はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レクセン人講師の海野です。 さあそれではあのいよいよですね今日からスタートしてまいります、えー、司法書士試験のですね2022年合格目標の、えー、司法書士合格講座、えー、スタンダードプラスの全体構造ですね、えー、第1回目の前半の講義を始めていきたいと思いますさあいよいよ2022年合格目標の講座ということで、えー、今ですねまだ2020年ですから、えー、約2年先と思いきや、えー、そうでもないんですよねこれあの1年、えー 半ぐらいの間で勉強していただくという形になってくるんですけれども、いよいよこの司法書士のですね15か月合格コース、スタンダードプラス、まあ、正式名称だと司法書士合格講座ということなんですが、えー、まあ講座の、まあ、もう一つの名称が、えー、15か月合格コース、スタンダードプラスコースというコースになってまいります。今今日日いよいいよよ開講ととうことでで、えー、実ははすね今日はあの 前半のところで少し司法書士の試験についてのお話をです、ね、させていただこうと思いますあのガイダンスの延長のようなです、ねまあ、お話になろうかと思いますけれども今日はあの無料体験してくださっている方もいらっしゃいますし、えー、初めての、ね、このレックの講義を聞くという方もいらっしゃるかと思いますのでちょっと少し最初冒頭のところはガンガン進めるということはしないでいろいろなお話を司法書士の、ね、資格ですとか現状ですとかそういった話をしていこうと思います。さあ,あの 初めましての方もいらっしゃるかもしれませんので、えー、本当に簡単にしますがあの自己紹介させていただきますと。えー 平成8年にに私は司法書士の試験に合格をしております。えー、全くの初学者から始めまして、まあ、当時、文学部の東洋史学科に在籍していたこともありまして法律とは無縁の、えー、それこそお法律の六法というのが何の法律なのかも分からず、えー、本当にです、ね、右も左も分からないところから勉強を始めて、まあ、翌年のお7月です,、ね、ですから春からスタートして約1年3か月後かな、えー、に、えー、受験をしてまあ合格したと。 いうのが大学三年生の時です。大学三年生の時でしてです、ね、そこからあの大学四年時から、えー、司法書士事務所に勤務しまして。 卒業と同時に2つ目の事務所に転職をしそしてその後、まあ、ノンバンクの法務部で再建回収業務に従事していた経験がございます非常にあの高級取りだったんですけど、えー、使う場所もないぐらいもう疲弊しまくってですねもうあまりにあの激務すぎてこれはちょっと続けてられないなということもありましてあとは決定的な出来事があったっていうこれはもう私のクラスの受講生だったらみんな知ってますけどその同業他社の えー方まあ、同じ仕事をしているホ、えーム部勤務でですね私と同じように再建回収を、えー、していて東京地裁でよく、えー、会う方がいらっしゃったんですねで名刺交換とかはしていて顔なじみで会えば話をすると何、まあ、せ同じことやってますからよく東京地裁でよく待合室で会ってで、えー、裁判の改定までの間に話したりなんかしているようなそういった関係の男性の方が、えー、私と同じような仕事をしていたんですよ。強制執行の立ち会いだとか、えー再建改修 法廷に出た上で,です、ね、裁判の代理人としてですね会社の代理人として相手方を訴えてお金返せっていう訴訟を訴えてまあそれを訴訟に勝てば当然強制執行をして強制執行したり後には当然立ち退きどなんかのね立ち会いなんかをしてなんていうそういう仕事を、まあ、私もやっていたもんでしてところがその方がですねその強制執行の立ち退きの立ち会いの際にですねその逆上した債務者に 日本刀で切り殺されるという事件があったんですが、ね、床の間に置いてあった日本刀だから日本刀が置いてあるようなお宅ですから相当な家だったんだと思うんですがそこに,、まあ、要するに立ち退きの際に債権者側の立ち会い人として、えー、立ち退きの現場に立ち会っていたら、えー、逆上した債務者、まあ、だから要するに家,家を取られてしまう方の債務者が逆上して、えー、自暴自棄になって日本刀で振り回しているところで運悪くその首に当たってしまって本当にもう失血死、で即死だったそうです。それ入 ースで,聞いてでもどっかで聞いた名前だなってふっとこう画面見たらですねその知り合いの方だったってもうあの時の恐怖って言ったらないですね私も同じような仕事やってましたからで当時にそれで殺し人知ってるまるまる会社の何とかさんだ」って私も同じようなことやってるのに、えーあのね、そ,そんな危険な仕事だったんだっていうことでまあ親も驚きましたし、ねまあ、まさかまだ結婚もしておらずその20代前半そこそこでそんな仕事を子供がしてるなんてこと親 もあんまり知らなかったみたいで,であなたもすぐやめなさいみたいなもう親があのびっくりしてですねもうそんな危険な仕事やめたほうがいい、まあ、あのそういう,う、まあ、直接のきっかけはそれでしてで、まあ、そうなってきちゃうともう、ね、やっぱり怖いなというような気持ちが先に立ってしまって、まあ、当時は防衛法なんかもなかったので、えー、強制執行の立ち退きなんか行くと実際、暴力団の方たちが占有している物件であるなんてことが珍しくない、ね、そういうようなところで交渉したりしなきゃいけないこともあったりですとか、まあ、一人で行くことは少なかったんですけどそれでもね、あの強制 執行の現場、えー、久々にあの立ち退のきの前提として現場見に,見に行ってこようなんて言って上司と見に行ったら暴力団の組事務所になってたとかねそういう自分たちが占有してる占有というか管理物件が、えー、組事務所になっちゃってたなんていうで、えー、上司と、ね、相談して警察呼んだ上で、まあ、あのどういう権限で占有してるのか、えー、聞いたりとかそんなようなことばっかりやって,やってたもんですから、まあ、ちょっとこれはあの長く続けられないななんて思いまして。でそこをやめ たのが1999年ですね。でそこをやめて。 でまあ、軽い気持ちでレックのスタッフ募集に申し込んでしまってから、えー、かれこれ21年ですかもう,、えー、もう来年は22年になりますねもう講師として、えー、まさかこんな長いこと、えー、講義教団に立とうとは本当自分でも、ね、信じられないんですけれども、まあ、その間いろいろありまして、えーまあ、レックのおすすめというか頼まれてロースクールに行きのロースクールに行って全課程は一応終了したんですけれど別に弁護士になりたくて行ったんじゃなくて司法 試験の講師が足りないからロースクール行ってくれって言われていてだけどね気持ち的には あんまりこう私は弁護士は向いてないと自分で思ってますんでねで気,気分も乗らずでもレックに頼まれて行きは行ったけどさあ、どうしたもんかとやる気がな,な,い、ね、ない状態で受けたもんですから1回目はだめで,で2回目あの、受けようかなと思ったんですけどなんかどうも気が乗らなくて <laughs> 講義も受け持っていながらでしたからね講義、週6コマとか受け持ちながらの受験でしたのでもともと時間も足りないというのもありまして、まあ、じゃあなんとかレックにいい言い訳ができないか、ね、よし、じゃあこうなったら妊娠してしまえと、ね。ね <laughs> もう当時も子供一人いたんですけども、ええー、まあ、あの、 司法試験受けたくないがために、年号妊娠とかね、うん、いうような、あの、ことを、や、や、しでかしまして。そうして、まあ、なんだかんだ言い訳つけてですね、当時は五年間しか、あれ受けられませんから、もう今 <laughs>。もう実際には、司法試験は通っておりません。うんえー、ですが、あの、その経験は非常にいい経験させていただいたので、まあ、講義には生きているかなとは思っております。で、その後、そうですね、ロースクール出て、そのなんだかんだで、えー、子供、え、の子育て等々と,と,と。講師はずっと続けていて、えー、ただ、まあ。 体力勝負なんですよ講師って非常に、まあ、私のように週今10コマかな10コマ3時間かける10コマの講義とか毎週やっぱ受け持ってますと非常にあのこれは体力的にいつまで続くかなというふうに思い始めたのが今から7年ぐらい前ですかねちょっともう一つの道を用意しておこうと思いまして。えー 合格してからもう優に十何年経ってたんですけども7年前にあの横浜の方で開業をいたしました少女事務所を開業して今横浜のランドマークタワーの中にですね事務所を構えておりますでスタッフもおりまして今順調に仕事の方は増えてきていると。日中はは事務所にいて夜は まあ講義で土日も講義なんていうまあそういう状態でいつ家に帰ってるんだろうというような感じなんですけれどもまああの順調に数が増えてきているもんですからこのままですね実務の方も続けていこうということにはなりますで講師と実務と非常にもう息つく暇もなく毎日過ごしておりますが非常にあの充実しておりまして司法書士をね選んだ自分が誇らしくてしょうがないというかまあ本当よく大学2年の段階でこの資格に気づけた。本当 当時の自分を褒めててあげたいと思ってますですから、えー、正直ですねあの,あの時の選択は本当に正しかったっ、ねえー、本当当時の自分に会えるんであればね本当に「お前でかしたぞ」って言ってあげたいんだよっていつも受講生に言っているところなんですだからこの資格の、ね、良さを皆さんにお伝えしたいなというふうに非常に思っておりまして、えー、皆さんにね資格司法書士の資格の,、まああの良さ並びに面白さ醍醐味っていうのを一生懸命お伝えしてるんですがなかなかあの受験生の数が増えてこ,こないむしろ減っているというこの状況 を非常に憂慮しておりますで、仕事はすごいあるんですよ本当に仕事はあるのにもかかわらず、えー、なりたいという人がいないで、徐々に徐々に合格率を上げていってなり手を確保しようと司法書士会としてもしておりますで、最近では合格率がだいぶ上がってきたのは本当に人が足りないからなんですよで、えー、実務人手不足であの新人の司法書士の合格者の奪い合いをしているような状態ですで、えー、そういったことを受けまして合格率もね、上げざるを得ないんですがただあまりにも急激に上げて てしまうと質の低下を招くということで一部の先生たちがやっぱりあの反対をしているとだから急激に合格率を上げるわけにはいかないなのに受験生が減っているとでも実務では人手不足というねなんでみんなこの資格もっと取らないんだろうということで非常にあの私も疑問です。まあ 非常に、えー、過酷な受験、えー、勉強をしなければいけないという情報だけが一人歩きしちゃってるような、ね、でそれは否定しませんけれども否定しませんけれどもねただあの過酷な受験勉強の先にあるものを皆さんに早くお伝えしたいそしてそれを早く、えー、体感していただきたい、ね、本当にあの司法書士の資格昨日もツイッターなんかでやっぱ同じようなことを言ってる先生がいたんですけど本当にねこう仕事をして喜ばれるあのお客さんに喜んでもらえる。えー すすごいい仕事だと思いますでもちろん喜んでもらえる仕事なんていくらでもあるんでしょうけれどもただ同じ法律家の弁護士さんなんかっていうのはやっぱり勝ち負けっていうのがついてきますからどうしてもね常に喜んでもらえるわけではないんですよ。そして、えー あの紛争ホームと弁護士は呼ばれるほどあってですねやはり、ひりついているような現場もう要するに行くところまで行っちゃって戻るに戻れないようなそういうもういも敵対している当事者のいずれかをサポートしていくというような形ですからやはりね疲弊するとといいうようよなななことも少なくない私はうちの旦那が弁護士なんであのでよくうそ,のそういう、ね、現場で、えー、疲弊しまくっている姿を見たことありますからそれをよく分かっているつもりなんですけれどもでも、われわれ、書士というのは、えー、予防ホームと言われるんです。いいわゆるそういうね 紛争に至らないように国民の権利を守っていくという仕事非常に素晴らしい仕事だと思います要するに紛争法務ではなく予防してあげる、えー、紛争にならないように予防してあげるための法律業務であるそして、えー、必ず依頼人の方に喜んでいただける依頼人のためになるような形の仕事しかしないんですよだから勝ち負けというものまあもちろん裁判の代理人になった場合には勝ち負けというものがありますから必ずしもねええー あの予定する結果にならなかった場合に依頼人から、まあ、ある意味、ね、がっかりされるということはあるかもしれないでも登記の仕事に関して言うと非常に、ね、そういったことは、ね、絶対なく必ず最後に喜んでもらえる、ね、なんていい仕事だろうというのは本当に日々思っていますで私たちしかできない仕事でもありますし非常に、ね、あの誇りを持って全国の司法書士が仕事をしているわけです。で このコロナの影響を受けましてもさほど厳しい事務所経営が厳しいという声は聞こえてこないで不動産への動きがこのコロナの影響を受けても、まあ、影響がそれほど多くは大きく出なかったと、ね、例えば新築マンションの個数というのはもう東京では頭打ちにはなっていますが中古市場が非常に元気なんですですからそういった時に不動産の決済、まあ、売買代金の決済ですね売買代金を支払うのには必ず司法書士が立ち会うという召集会 がありますから不動産取引がある以上、司法書士がなくなるということは絶対ない、そして相続が起これば、われわれ仕様書士がやはり不動産などの名義を変えていくという、ね、仕事をするということが広く知られておりますので相続というのは景気とは関係ないわけです。でえー さらに、ねえー、人々の間に紛争がなくなることもないでしょうから訴訟の仕事というものもやはりなくなるということはない、まあ、急に増えることもないでしょうけれどもなくなりはしないそして、えー、高齢化社会が変わるとは思えませんので、えー、いわゆる貢献の仕事ですよね成年貢献人補佐人補助人といった貢献、えー、業務についても、えー、将来的にいい、まあ、安定した数というものが出てくることが、まあ、予想されていると。AI AI ののことを心配されれるる方ももいらっしゃるんですけどど、えー、実はあの元気な先生ほど AI のこと なんんか全く心配してませんでも AI がこう働,いたなん働いたりとかあの活発になったら使用書士なんかなくなっちゃうよなんて言ってる同業者は大体食えてない現状食えてない先生たちが AIAI AI って言ってるんですねでこれあのオンライン申請今インターネット回線を通じたオンライン申請というのが平成17年から導入されたんですがあの導入前にもやっぱり同じことがあったんです。 オンンライン申請が普及したら司法書士なななんかいなくなっちゃう、ね、司法書士の資格なんてなくなっちゃうよって言ってる先生に限って現状オンライン申請前ですらもう食えてないという、ね、そういう状況が当時からあったあれとすごく似ています AIAI AI なんて言って二言目にはもう AI があれしたら司法書士なんかいらねえような俳優だよななんて言ってる先生に限ってじゃあ今食えてんですかってそんなこと言いませんよそんなこと失礼に当たりますから言いませんけど、えー、そんなあの今一生懸命元気に仕事している、えー、あの司法書士の先生たち、ね、非常に稼いでる先生たちは 誰一人として AI によって自分たちの仕事がなくなるとは、ね、心配してませんからで皆さんそのいろいろなネガティブな情報っていうのをいろいろ耳にされると思いますでもねあの儲かってる先生成功してる先生が儲かってたまんねえやみたいな SNS 発言しませんからねそん,なそんなブログなんて書くわけないじゃないですかそんな同業で見ていたらですね非常にその感じ悪っていうようなそんなあの。えー いいいわわゆるるでですすすか意見を発信するわけないんです大体そのブー,ブーブーブー言ってる先生たちは現状うまくいってないどんな先生になりたいんですかって、ね、皆さんによく言うんです先生こんな記事見つけたんだけど司法書士取っても食えないとかいう記事見つけたんだけどみたいなそういう、ね、あの受験生の中で、えー、不安そうに、えー、こんなに頑張ってるのに取れてもこんだけしか儲かんないって本当なんですかとか聞いてくる方にはどういう先生になりたいのって、ね、どういう司法書士になりたいのって、ねね、あのそんな200万300万しか儲からずに食えない司法書士になりたいのって、ね いいや違,う違いますね成功して、えーまあ、依頼人のために、ね、なる仕事をしてそして、えー、もちろん、うん、青2歳じゃないですから、えー、ちゃんと、ね、稼いでいきたい、ね、そうですそんな先生いくらでもいます私の教え子でも本当億万プレイヤーになってるような使用書士、えー、何人もおりますな何十人どころじゃないなもっといるな。あのそういったね、えー 勝ち組の、まあ、成功している司法書士になるためのまず第一歩として、ね、もちろん受からなきゃいけないんですけど、えー、そういった、ね、あの司法書士を目指してほしいと思いますし現実、そういった司法書士はたくさんいらっしゃいます。で もう本当に50人、100人の司法書士を抱え百100人はちょっと多いか、50人への司法書士を抱えて、日本で今、全国で4番目かな、4番目がなんかに大きい司法書士法人の代表は私の教え子で、で昨日電話かってきたのは、日本で12番目に大きい司法書士法人の代表、あの司法書士、今年の合格見込み、5人よこせとか言ってきたの、もうあの、えー、私は人材派遣会社じゃないんだよって言ったんですけど、先生のところにいっぱいいるでしょって、でま、だ今年合格発表出てないからね、合格見込みって言ったってね、本当に 受かるか分かるらないよまあいいですからとにかく5人よこしてほしいもう忙しくてしょうがないでも仕事が増えちゃってもう忙しくて忙しくてしょうがないんだというようなことで昨日も電話かかってきたんですけれどもまあ,あの本当に人手不足の状況が今ございますからなんとか皆さんに早く合格して実務に出てってほしいなと思っております。でそののたたためににねね今日開講したこの講ししこ座を12分に活用てていただいだ、えー、皆さん、ね、もう 苦しいいいいですよ受験勉強って本当にあの、えー、そこここはははたとと軽言いません私も講師にな成りたての頃はね「いやいや大丈夫ですよ」っていうふうに私でさえ1回で受かったんだからみんな受かりますよみたいなことをやっぱり言ってましたでももうあのそんなこと口が裂けても言いません、えー、誰でも受かる、えー、1回で受かるその簡単に受かるそんなこと嘘だからですあのこの資格の勉強正直本当厳しい、えーね、道のりになるかと、えー、思います。ですが,ですがだったら短く 来る仕事をね、本当早く終わらせてほしいなと、そのためのサポートを惜しみませんので、えー、今日ね、スタートしたこの講座を本当にね、しっかりとこなしていっていただきたいと思います。さあ、それではじゃあ今日はあのそういったお話と同時にこの全体構造の中でですね、どういったことを学んでいくのか、そして。 えー、どういったようなスケジュールで、えー、こう勉強していけばいいのか、また合格までの道のりなどを説明していこうと思います。ちょっとですね、あのすでに先取りで聞いた方にとっては実質その。お 同じ内容が含まれていってしまうのはちょっとご了承いただいて、まあ毎年ね冒頭のところ変えるっていうのはなかなかちょっと難しいんですよ。そう大きくは変わらないんですね。なのでちょっと聞いたことあることの繰り返しになってしまうかもしれませんが、若干違うことも話しますので、えー、まあどうぞねご了承最後までお付き合いください。さあまずはまずはですね、えー、皆さんにちょっとこの今日持ってきていただいているものを確認しますと、受講されていらっしゃる方はもう受講申し込みされてらっしゃいます。 この全体構造ブレークスルーって投資番号がついてまして0番となっている全体構造でこちら、ですねあのバーコード番号が後ろにございまして背,背,拍子です、ね、背拍子のところに SU2200022 というのは2022年向けって意味です SU22000 となっているかどうかをかご確認ください。 そしてあと,あとあの、無料体験の方には無料体験冊子があの中にこのブレックスルーの内容が入ってますので、えー、無料体験の方はあの無料体験冊子で構いません、であと申し込み済みの方、全体構造の講義ノート、これはね、20コードになります、ちょっとこれ、ちょっといろいろ諸事情あって、去年と同じものを使うということになりまして、えー、SU20060 となっているかどうかをご確認ください。さあ、そうしまして、えー、無料体験の方には無料体験冊子で今日使うブ,ロブレイクスルーと、 講義ノートの部分が、えー、入っておりますのでこちらだけ持ってきていただければ結構ですさあでは実際にこの講義ノートの方の講義ノートの方ノートはですね無料体験者の方はノートは後ろの方に閉じ込まれています後ろの26ページの次のページにまたもう一度1ページと書かれたページになっています。 1>, 1ページ以下をご覧になっていただきたいんですがまず参考図書およびインターネットサイトはちょっと後でやりましょう次の2ページご覧いただきまして2ページの15か月合格コース受講にあたってというところこちらをあの見てください全体構造編はウォーミングアップの講座となります全3回、えー、実際にはですねあのここでそう深い内容は説明いたしませんあの大学の法学部のなん、えー、だろうな 一年生が聞くような内容にちょっと毛が生えたぐらいの感じだと思っていただいて、そうあの肩肘張って聞いていただくようなものではないと。で、実際の開講は基礎編の民法これがスタートになっていきます。えー、そしてですね、ちょっとおいろいろお約束とかもあるのでまず皆さんお伝えしたいんですが、板、えー、書と呼ばれるものが出ることがございます。で、今日出てますね。今日こ,このこのあの表紙がついている、えー、全六ページのものを皆さんに。 お渡ししていると思うのですが、えー、ズームで聞いてくださっている方はあの画面上にアップされているかと思いますで、えー、2022年、司法書士合格講座秋生全体構造1回目の版書で1ページは表紙なので2ページから内容があるんですけれどもでこの版書という内容版書と呼ばれる理由なんですが昔ね、あのこの えー、黒板教室だったんです私が講師始めた時には全部の教室に黒板があってで、えー、黒板に書いてたんですねもう本当と当の先生よろしくであのすごいですよ友人カメラでカメラを黒板ごとにこう追っかけて、ね、一人の講義につきあのカメラあ一台を、ね、手動で動かしているっていう、ね、そういう黒板長い黒板だったんでところがその黒板ですとどうしてもこう書く時間っていうのが非常にやっぱり時間が取られてしまうだったら黒板に書く内容をあらかじめ、えー、要するに文字起こししてでそれを最初に配っちゃえばいいじゃないか っていうのが版書と呼ばれるその名前の由来なんです黒板書きする内容をあらかじめ文字起こししてプリントアウトして皆さんに配るというそういうですね、えー 扱いをし始めたののが名前の由来なんですでこの番書の位置づけはこの講義ノートと同じ位置づけだと思っていただいて、まあ、講義ノートの中にね最初から入れてしまえばいいんですけれどもちょっと皆さん方の,そのレベルっていうのが、えー、年によって違うんですよ。まあ、レベルが悪い年っていう言い方するのにあれなんですけどちょっとその働いてらっしゃる方の比率が多いとやっぱりこう 復習の、ね、戻り率を多くしてあげないとついてこられなくなっちゃったりとかで割とその学生さんが多いクラスだと、えーまあ、ある程度スピードアップしても割と感じがついて,ついてこられる感じが良かったりとかね。まあ、そういうのはあ,ありますのでちょっとあらかじめ入れてしまうと固定されちゃいますからこの番署でもって情報量を調整しているといい。ううふうにお考えくださいで突発でこれ出ることはあるんですけれども、大体出る確率はそうですね、3回に1回か4回に1回ぐらいのイメージで。で 全く科目によっては出さない回もあります、でこれ、エルタワーの新宿・エルタワー本校、生クラス、通学生クラスの受講生の方、通学クラス生は受講料が若干お高めなので、その分、この板書に関しては、こちらで印刷をして、皆さん方に一部お渡しをします、で板、えー、書がある場合には、一番後ろの机の上に置いておきますので、一人、一部お取りください。で、えー 通学なんだけれども欠席してしまって欠席ウェブって言って次の日からねあの翌日配信されるんですけれども通学クラスの方ですよその方たちはえ手元に板書がないという形になりますので、えー、次回「L タワー」に来た時に一部 もらってください受付,受付でで差し上げますあのおプリントアウトしたものを差し上げる形で対応させていただきますだから通学でえ欠席しちゃって欠席ウェブで聞いてくださってる方は手元にあの番書がない状態で講義聞くことになるんですがそこを配慮して一応画面上には映していこうと思っています で通信制の方、ウェブないしは DVD D の方は大変申し訳ないんですが各自、ウェブ上で閲覧していただくかもしくはプリントアウトできるになってますのでプリントアウトしてほしいと思いますで毎年、プリンターがない、ね、だからあのプリントアウトしてよこせっていう要望が来るんですけどちょっとねそういった要望には受けられないという取り扱いちょっとあの皆さんひと等しくね取り扱わせていただきますのであのプリン 買いましょうプリンター買いましょうプリンター買ってプリンターアウトしていただきたいなと思いますで、えー、そこのところはどうぞ皆さんですねあのご注意くださいさあそして続いて三番なんですが全体構造編の復習方法、えー、テキストとこの講義ノートまあ、えー、突発で出る番書で持って対応しますセルフレクチャーは全体構造では使いません、えー、全体構造の復習を頑張るよりも推薦図書を読破するかまた先取り受講は可能な方はそちらを優先してくださいで、先取りはあのお多くの一発合格者が先取りをやっているよう 状況で,すですので先取り受講は聞くだけ得だよというふうに申し上げておきたいと思います。 さあそして、えー、全体構造編のブレックスルーは、えー、今後何度も何度も読むようなものではありませんそして全部のページは使いません、えー、むしろ講師によって好きなところだけ使うっていうそういうスタンスなんですだから割と網羅的に書いてあるんですけど講師によっては本当につまみ食い程度にしか使わない講師で私も民法のところちょこちょこぐらいしか使いませんなので全ページにわたって読破するというようなものではないので読みたきゃどうぞという、ね、ぐらいです別に全部のページを読まなきゃいけないとかいうねそういう何ていうんでしょうし何々しなければならないんだ っていう思い込みでそんなこと言ってないのにそういうルールを課してできなくてへこんでで悪循環、ねあのえー、よ読めなんて言ってないのによよ読むっていう目標を立ててで読めない読めないからああ駄だもうなんて言って、ね、課してもいないあのなんていうでしょう目標を達成できないので一人へこむっていう受験生がいらっしゃるんですけどそもそも読めなんて言ってませんので、ね、そこはあのご自分で無理すしないようにしてください。 さあ、そしてえ全体講座の間に皆さんに用意していただきたいものは六法です。で、六法なんですけれども、正直あのこの種類を変えとは言いません。もで一応ですね。六法についてはあその。 テキストのところに、ね、6法のご紹介として、えー、テキストのここですよ25ページテキストの25ページ、ね、のところに載っているんですがあテキストだから無,無料体験の方は頭半分の方の冊子の頭半分のところがテキスト後ろがノートです、えー、25ページのところを見ていただくと、まあ、代表的な6法の種類が載っております、まあ、正直ここに書かれているものであればどれでもいいと思います。 で判例というのは過去の最高裁を中心とした裁判の結果、えー、のことですでその裁判の結果が載っている六法のことを判例付きの六法というふうに呼んでいくんですねで判例付きの方がいいっていうわけではありませんむしろ判例については司法書士で必要な判例テキストに載っていますで別に六法でもって判例を勉強するというのは進めてません でなぜかというと6本に収録されている判例って司法試験受験受生向けのセレクトなんですですから司法書士の受験生にとって必ずしも必要な判例とは言い切れないまた必要でないものも載っているし必要なものも載ってなかったりするだったらここ判例がついていることにこだわる必要はないむしろ判例がついているのがために分厚くなり重くなり。 高くなるんですだったら、判例がなくて、えー、薄くて安くて軽い方がいいじゃないですか,か私は判例ついてなくてもいいんじゃないのって言ってますただし、えー、大学時代から判例つきのもので慣れ親しんでたって方も多いでしょうからそこはもう別に、ね、ついている分にはあの構いませんただこ、こ六法で判例を勉強しようとはしなさんなということだけは申し上げておきますそしてまた、登、え、記、ー、洗礼というのはこれはですね登記については過去の、えー、実例ですね。 先の例と書いて、まあ、要するに実際の例ですよ実際こういう登記申請があった時に却下になったのか受理されたのか実際こういう登記申請の時にはどんな添付処理を添付したのかってそういう過去の実例のことを洗礼と呼んんででいくんですその洗礼が収録されているものを「洗礼付き六法」というんですがこれもまた同様の理由から別についてなくても構いません。 登記、まあ、法を勉強するときにはこの六か七、登記小六法か、えー、と詳細登記六法そのどちらかを使う方が多いん、えー、ですが登記法を勉強するときは六か七、それ以外のときには例えば、えー、デイリー六法の五とかポケット六、えー、丸二とかね、えー、薄いタイプのものを使っていく。 だけ投機法の時には、丸六か丸七を使うという2冊使いをしても構いませんが。 一ああ冊とりあえず用意しておけば今のところは十分ですでちょうど今この秋のタイミングで新しい六方が発売になっております令和3年版が今ちょうど出ておりますので買うんだったら令和3年版をお買い求めください、えー、会社法の改正が今年予定されて予定されてるというかもう改正されたんですけど施工が来年月3月1日を予定していますので会社法の改正条文が含まれているものが いいんで,すですから令和3年版をお買い求めください、でそれをですねできれば次回までにお持ちいただきたいと思うんです、まあ、次回はなくても済むようにしますけれども、少なくとも早めにお買い求めいただいて、まあ、3回までのところで、えー、講義中に使っていきますので、持ってきてほしいなと思います。それででですすねに、あのー、についいて、えー、よく質問を受けるののはここ書たもか例えば 森山さんが書いたあの森山講師、あの私と同じ司法書士の講師なんですけど、森山さんが書いた司法書士合格六法、ちょっとこれ、うちの事務所に何か検本していただいて、新しいの、事務所に届いてたんですけど、ちょっと今日事務所寄ってこなかったんで、ごめんなさい、ちょっと古いんですけど、これ、これ去年のものですけど、今もう2021年版が出てます、えー、小豆色だったかな。えー、で司法書士合格録報 これはの賛成のほうから出てるんですけれども、司法書士試験に必要なあの条文だけをセレクトした6法です、これ使っていただいても構わないと思います、うるさいから森山さん、これ紹介しないとうるさいんですよ、うるさいんで一応ちゃんと言っときますね、あのえー、紹介しといたよって、あの後でツイッターで報告しなきゃいけないなと思,思ってるんですけど、紹介しないとぶぶぶ言うんであの、紹介しときますけれども、これでも構いません。でただしあのこのののものはは森山さんのはあの もちろん、賛成堂さんが出してますから問題,問題ないというかも,もちろん秀逸なんですけどそのどこっていうような出版社が出している同じような趣旨の司法書士受験生のための六法っての実はあるんですけどすごいす六法なのに五色があるっていうねその、えー、あ,いあってはいけないことがあの生じているとある司法書士受験生向けの。 こういうセレクトタイプのロッポってあるんですよ。だからもし受験生向けのロッポー使うんだったら、この盛山さんの方がおすすめかなと思います。で、えー、ただあのー、やはり最初に買うロッポとしては、えー、オーソドックスにその普通のタイプなんていうんですか。要するに使用書士の受験勉強に使わないものも含めて載っているものをお買い求めになる方の方が多いのかなとは思います。まあそこは皆さんにお任せします。必ずこれを買えという言い方はいたしません。 さあそれではもう一度ノートの2ページに戻っていただいてえごめんなさい6番、これ憲法以降になっちゃってるのか民法だな民法以降に用意購入していただきたいものだ基礎編が始まってからということですね基礎編が始まってからえ用意していただくもの6番合格ゾーン,合格ゾーンをあの用意していただきたいんですけれどもただ、ねいきなりこれ合格ゾーンって過去問題集です。過去問題集でただし これ民法始まるまでとりあえず待ってくださいまだ買わないでくださいでそして全札をいきなり揃えようとしないでください、まあ、何らかのキャンペーンで全札もらっちゃったって言うんだったらそれはいいんですけどあの順次科目が変わるたびごとに買っていくようにしてくださいと言いますのもちょうどです、ね、新しい版が出てくるんですよ、もうすぐ、えー、令和3年版が。 これ2021年版か出てあの発売になってきますのでその全部買ってしまうと型落ちになってしまう、えー、それがちょっと心配なんですですからあのその都度その都度買ってねって言われたら買うとであのレックの窓口等で買っていただいたりオンラインショップで買っていただくとポイントが使えたり、ね、安く買えたりしますので、まあ、一般の書店でも売ってますけれどもレックでお買い求めいただいた方がお得です。そそして、えー、あとはですねの、えー、の後の <coughs> 2ページのところの、えー、令和3年のおあれですね、本試験、令和2年じゃなくて、令和3年だよ、ね、これね、令和3年のあの本試験の受験についてのお話なんですが、令和3年、だから来年の本試験ですね、来年の本試験については、あの受験をして見ていただくとおいいかなと思います。多分あの。 抗議は抜いてあると思います。私が、あの現地で。あの、激励とかしなきゃいけない関係上、私が抗議。 その日できないので多分やす、講義は休みになっていると思いますからあの令和3年の4月以降レックの各本校窓口で受験票の配布がありますで受験票配布受けてですねでご自分で受験手続きしてくださいね受験票をレックに持ってきちゃだめですよ時々受験票をレックに持ってくる人受験票は配布しますけど出すのは自分でね法務省の方に出してえ法務局の方に出してほしいと思いますで。受験一応任意としておきますがなんせ今年その 基礎編だけけを受けてですね、えー、21年来年合格目標の方が基礎編34回の講義を受けて今年の本試験受けてみたんですよ。そうしたら、えー、6割だったかな70問中41問。 かなんかの出題を正解していやすごい成績にちょっと私もおったまけたってびっくりしてそんなにできたんだっ、ね、34問の問題をです、ねえー、まあきっちりとこう正解していくというのはなかなかもちろん合格はできませんけれどもなかなかすごいことなんですよ。でた,たかだか34回の講義でそこまでの成績になったというのが、ね、もう何よりもこれはもう実証されたと思いますので、まあ、皆さんもねどれぐらいできたのかということで当然当然というか 22年合格目標であ,あるわけですから合格自体は難しいと思いますただし本当に、ねまあ、試験1年に1回しかないですからもう22年に全神経かけてたった1回のチャンスにかけていくよりもまず21年来年まず受けてみて現状自分の状況そして足りないところどこまで取れてどこからできなかったのかっていうのをしっかり把握してそのお、ね、いわゆる足りない部分をつかんだ上でまた。 次の年に向けて勉強していくという形で、その二回目確実に決めていく、えー、そっちの方が受かりやすいのはちょっと皆さんもちょっと考えればわかりますよね。いわゆる一回の試験でもって決めようとするよりも、いわゆるあの、えー、可能性としてまずとりあえず中途半端ながらもまず 一回しした上で一度受け,受けてみてで、現状の足りない点を把握して、そこからまたリスタートして、次の22年、確実に合格を引き寄せていくと、でそちらの方がこうが一発の22年、たった一度のチャンスでものにしていかなきゃいけないという、ねえー、よりも可能性として高まるのは、これ、自明だと思います。ですので、来年ね、ぜひ受けてほしいなと思います。 さあそしてですね八番質問についてなんですけれども、えー、通学クラスの方はもちろん講義終わった後いくらでも質問、えー、お受けしますで私のところに質問が殺到するのはいつものことなんで、えー、ちょっとお並びいただくかもしれませんけれどもあとですね、えー、通信の方ももし エルタワーにいらっしゃれるのであれば、あの受講生であるならば、あの質問をお受けしようと思ってます。飛行機に乗ったり新幹線に乗ったりして質問に来られる方もいらっしゃるので、まあそこまでしなくてもと思うんですけど、まあ聞いている本人はね必死ですから、私ももちろん、えー、最後までお付き合いはします。で、私あの中上級コースも持ってますので、中上級者はもうね初級の時の優しさがなくて、もう皆さんも合格のためにも自分のことしか見えてないんですよ。<laughs> なので、その初級の講義がお終わるか終わらないかぐらいの。 も教室の中入ってきてでも終わったら終わるやいないやね初級生を押しのけてまで質問にくるんですよ。でもそういう,、ね、もう自分のことしか見えてないもうちょっとつ合信状態でもあの質問に殺到するから。 皆皆ささんんんのクラスでは皆さんをちゃんと優先しますだからもうしょっちゅう私は「待って <laughs> ちょっと待て!と」ともう犬じゃないんだから「待て!」とかって言われるのもねその大人相手に「待て!」とか言うのも失礼なんですけどちょっと待って今今通学あの初級の通学,学の方の講義だから今目の前のね皆さん方の質問が終わってからにしろちょっと待って待っとけ」ってあのよくお静止するんですけどそうでもしない限りで、ね、も中上級者はもう本当にもう半端なくもうあれですから、えー、皆さんあの、えー、やる気まんまんやる気まんっいうか、えー、下手すりゃちょっとね周りが見えてない という状態の方が多いので負けじと皆さんも質問をしてほしいなと思いますそしてあの通信で聞いてくださっている方などはあの教えてチューター、えー、という、ね、インターネットでもって質問ができる制度がございますので、まあ、回数制限があるのでちょっとそこは気をつけていただきたいんですがで教えてチューターでもって私に答えてほしいという質問が来ることがあります要するに回答者海野先生に答えてほしいとであの一応です、ね、合格者スタッフがです、ね、回答してくれます。 ただ、あの私自身を限定することはちょっとできないシステムになってるんですね、でただし、あの答えられない、えー、合格者スタッフでは答えられない内容については必ず私が目を通しています、だから実質スタッフの名前で回答があっても私が目を通しているというふうにお考えいただいて、ちょっと回答者の指定ができないことだけご了承いただきたいと思います。でえーまあ そこの点ですね大変申し訳ないんですけどちょっとそこのところはご了承いただいてであとツイッターの質問なんですけれどもうあの9月27日までという限定であのツイッター上で質問を受けていたんですが試験終わってからやめようかと思ったんですがやめるな、ふざけんなという声がなんか届きまして <laughs>、ね、あれやっても私、一問にもならないんですけど、まあまあ、しょうがない、まあ、や,やめないでくれという声が大きかったので今のところまだやってます。で今度ややったらやったたたらでねまクレームが来てこの間 なんかコールセンターにクレームが入ってるらしいんですけど「海野先生のツイッターやめさせろ」みたいな、ね、質問を受けさせるのやめさせろってであの自分のクラスの教えてチューターに答えないくせにツイッター上で質問に答えるのは矛盾してる。まあ うん、やれてみればそれもそうなのかなと思ったんですけどただ、やめさせろってねいやいやいやそんなこと言われちゃうんだと思ってやらなきゃやらないで怒られるしやったらやったらやめさせろって言われちゃうしもうどっち行っていいのか分からなくなっちゃってるんですけど、まあ、今のところ一応そのどなたでも大丈夫という形にしてますから皆さんもあれ実名で私,やって私は実名でやってますけど皆さん方は別にあの何ですかアカウント名でできるので、えー、見晴れしませんからあのそこのところはもう遠慮なく使っていただいていいです。で今後もしかしかたら 受講生限定っていう形にするかもしれませんが今のところは一応あのどなたでもっていうただ皆さん空気読んで本当に他校の予備校の人とか独学の人ってあんまり質問しておきません大体私の受講生の方が質問してくるのでね「ああやったらやったら怒られちゃう」って言ってまあなかなかちょっとなあとでうちの事務所のスタッフには怒られるしね「もう先生いい加減実務やってください」って,って皆さん一問にもならない質問に答えるよりも実務やってくれとかってスタッフにこの間怒られましてまあ,あのいろんなご意見はあると思うんですけどとりあえずはやっていこうと思って 思ってます試験前にねあの全力で皆さんをサポートしますとかって言,言,った言ったんですよねツイッターでだから皆さん全力で質問してきなかった <laughs> 質問してきてもうあの本試験前の,あのツイッターの質問本当大変でしたもう、まあ、ピコ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 もう1日に100通以上質問が来ちゃったような日もあってですねいやーまあ皆さんの質問で、まあ、そんなあの難しい質問はなかったので、えー、簡単に答えられるものばかりだったんですけれども、まあ、私の教え子の本職たちがね、えー、あまりに宇野先生かわいそう。 大変そうだなんて言って見るに見かねて代わりに答えてくれたりだとかして、ね、非常にあの、えー、よくやってくださったんですけども、まあ、当分は続けていこうと思っています。さあそしてあの9番担当講師のとこなんですけどごめんなさいちょっとこれねちょっと諸事情あって去年のものと同じものを使ってくださいって言われちゃったんでちょっとご職業様が治ってないんですけどあの1箇所ちょっと間違えてます。 えとですね、あのインプットは私が全てあの担当しますで卓越到達度チェックテストという本論編に入ってからの卓越到達度チェックテスト本論編に入ってからの科目終わりの確認テストみたいなそれ科目ごとに講師が変わりますで、えー、私も含めて4人の講師で対応していきますで記述解放ベースアップ講座というのは、えー、不動産登記法と商業登記法の記述についての、えー まあ模試みたいな問題演習の各10回ずつあるんですがそれについては解説講義を荒川講師が担当しますそしてごめんなさいこれ15分で聞くこれがちょっと嘘もうこれないん,だないんだこ,れこれ15分で聞く重要ポイント20、ね、これはねあのな,ないですこれ何かというとちょっと今年ないんですけどあのー。 セルフレクチャーはうちのクラスだけなんですね、ついてるのが。で他の講師の受講生がずりずりって、ずるいずるいって、まあまあそれはそうですね、私だけ配布物が多いってことになっちゃってますから、そのずるい、あどうして宇野先生のとこだけああれがついててこっちないんだって言って、すげえクレームになって、<laughs> じゃあわかった、ね、セルフレクチャーの抜粋,抜粋ポイントの、えー、抜粋,抜粋をの冊子をなんか五分の一ぐらいの薄さにして、それを受講生に提供しようと、でその手が提供するだけじゃなく、 いわゆる一問一答でこう私が読み上げて解説回答読み上げる、ね、問題と回答っていう形で読み上げた、えー、で15分間で聞けるような内容にしたものを昔配ってたんですけどまああのー、もういい,いいでしょうっていうことで <laughs> もうあの、ね、これはちょっとおカットしてありますだからごめんなさいこれちょっとないので消しといてください。そして聖戦討論ファイナル編というのは これはあの直前期に実施されるファイナル討論です。で、えー、こちらについては私と根本さんの方で解説を担当いたします。で、後悔もしの解説も大体私か私金本さんかの解説になっていくかと思います。まああの本本,本論の基礎編と本論編の全154回？え、1何回？まあ、えー、164回が164回の講義はすべて私がね担当していきますのでご安心ください。さあそれではじゃちょっと 1>, 1ページのところに戻っていただいて、参考図書およびインターネットサイトという書いてあるところ、ちょっと見てみてください、これあの、ちょうどこの全体構造の時期に、先ほども言いました、全体構造の復習を頑張るよりも、えー、参考図書を読んだり、先取り受講した方がいいよって言った、その参考図書のことです。でこの参考図書としましまては、えー、法律学小辞典、えー あこれは読むものじゃなくてこれ用意し,してみるといいかもよっていう意味ですね失礼しましたあの法律学小辞典ね、えー、こちら由比克さんから出ている法律用語の何と、えー、調べものに使えるとまあ最近はネットで検索できちゃいますけれどもただいわゆる辞書ですね、えー、辞書一冊持っていてもこれはあ困ることはないしまあ、使用書士の本職になったら絶対事務所に用意するものですから早めに買っといたって損はないと思いますですので。えー 今第5版が出てるかななちょっとあのごめんなさい第4版補定版が一番新しいかどうか、えー、書店に並んでるものが一番新しいと思います。で「えー、法律用語の調べ物にいい持ってこい、ね」変なインターネットの検索サイトで間違ったんか、まあ、間違った定義を覚えるぐらいだったらこ,うこれがおすすめです。で講義に持ってきたりすることはございませんので、まあ、ご自宅に一冊置いておくというような感じねなんかあった時調べると。 で読んでみるといいかもねっていうのがおすすめ図書の方ですでこれ元法制局キャリア官僚が教えるう法律を読む技術学ぶ技術っていう本なんですけれども今オレンジになっちゃったかな今私に、ね、第二本を持ってるんですけれどもこの本ですねあのいわゆる なんて言ううでしょう法律を作る官僚内閣法制局というところにいた官僚の方がどう,どういうふうにまあ法律っていうのは構成されているのか例えば法律用語についての解説だったりあとは法律の法体系のことだったりいわゆる法律を勉強するための ABC 的なことが載っている本なんです。でまああの 1700円って書いてありますけども、Amazon とかでマーケットプレスとかで買うともっと安く買えたりしますので、まああの持って読んでみる分には非常に役に立つんじゃないかなと。ただずっと何度も何度も繰り返し読むというようなことではありません。そしてえ続いて小説で読む民事訴訟法。これはねあのやはりえ裁判のおまあ流れというものを。 あらかじめ早いうちににんんででおくと非常に楽なんですねちょっと見本を持ってこなかったんですけどもえなので非常に読み物としても面白いので、まあ、あの法律を勉強している感じも出てきますしね、えー、さっと読めますから、まあ、おすすめの本ではあります。そして「丸○ 1時間で学ぶ司法書士の4科目」これは劣化から出ているあの司法書士の4科目主要4科目の本を本当に簡単に書いたもの、ね、ということなんですが。 で、えー、これ、うちの娘に読ませたら本当に1時間で読んでました、な,なので、うちの娘、高校3年生ですけど、えー、と1時間で読めたようなので、まあ、軽くさっと読む分には構わないでしょうし、確か,確か今、インターネット上でダウンロードできるんじゃな,いなかったかな、買わなくてもね、レックのサイトからダウンロードできたんじゃないかと思います、ちょっとご覧になってみてください。であと、ね、スマホでで暗記司法書士なんですけどちょっとねこれ,これはあのう 変えって言ってんじゃなくて、これちょっと気をつけてほしいんですね。あの、これ私は書いた本なんですがあのー。 セルフレクチャーをにに外販書籍にしたんですよなんですがちょっと改正対応をしておりませんので無理して買わなくていいですでおまけに皆さんセルフレクチャーが受講料込みでそのついてきますから結局スマホで暗記と内容をかぶっちゃいますから別にこれを無理して買ったり読んだりする必要はありませんのでそこだけちょっと注意してください逆に、えー、セ,セルフレクチャーの方が最新の改正内容を対応してますのでそちらの方はどうせ受講料込みでついてきますので無理してこれ買わなくていい よよっててう買わなくていいよの話ですでそれよりももしあの何かじゃあ私が書いた本でっていうんであればこれこれかゼロからスタートあの門川さんから出してる司法書士1冊目の教科書これはあの、まあのま読んでくださった方も多いと思うんですけれどもまあ1時間で読める司法書士の4科目よりかは若干突っ込んだ内容になってオールカラーになってますのでねあの読みやすくなってるんじゃないかと思います。でえー あのデジタル書籍にもなっているようなので、まあ、結構 意外に売れてんですよ先生」とか言って門 a の担当者に言われてなんで意外に意外に売れてんですよってその意外にはいらなねえだろうと思ったんですけど、まあ、あの当初の予定よりかは売れてるらしいですそうあの,他の行政書士とかねあの社労士ですとか他の受験資格も出してるんですけど、まあ、受験生の数が全然使用書士少ないので担当者の方はそんな売れないと思ってたらしいんですけど、まあ、あの割とね皆さんに読んでいただいてるというふうに聞いております。あとは書いいてないんですけど えーとねこれ、もう絶版になっちゃったからもうなないかなあのー、ちょっと大人の事情で三枝さ,さんがレックの講師だった頃に一緒に出した本なんですけど三枝さんがレック辞めちゃったもんだから大人の事情であの絶版になってしまったいまだにまあアマゾン上なんかで売ってはいますけれどもあのーえー、普通に書店には並んでないと思います。たただみつみ、まあ、もし見つかったらねあの,、えーあの 買ってていいただいて読んでいただいてもいいかなと思うんですけどうーんこれだ2002年とかの話ですからね今が何年前だよっていう2002年でしょ、2002年私が娘を産んだときですよだから、これあのちょっと内容として古くなっちゃってるかなと思うのでもし見つけたら、ねまあ、あの話のために見ていただいてもいいかもしれません。それれよりも私の一番一押しなのがこれ ノートに載ってないんですけど司法書士のお仕事と正体がよくわかる本これ本当におすすめですちょっとこ,これノートに載せておけばよかったんですけどこれね大越一樹先生という私の教え子の一発合格者です、えー、水道橋本校で講義してた頃の当時大学4年生かなんかかな一発合格してまああの。 何て言うんでしょう勘が鋭い、まあ、いつも毎回必ず質問をしに来てくれていたんですけどよく覚えてるんですけどもであのよく学びよく遊び本当に大,大学4年生で、えー、一発合格したのがちゃんとアルバイトちゃんとアルバイトも変ですねアルバイトもするわ大学でねゼミ長とかやってゼミの活動もやるわサークル活動もやっててでさらにあの、ねえー、プライベートもすごく充実していつ勉強してんだろうと思うぐらいあのいろんなことに チャレンジしながら1回で軽々と受かっていった今、有名なあのあれです会社のいわゆる商業登記商業登記というから要するにあのホーム会社法の法務をやっているですね障害事務所の弁護士事務所の の中で司法書士としして登録開業しているとでもいわゆる M&A とかですねそういったあの商業関連の会社,会社ホームですね会社ホーム関連の司法書士としてすごい有名になっていますで自分でですね司法書士会とかでその研修講師をやったりですとかもう会社商業登記ないしは会社ホームの分野で知らない人がいないぐらい有名になったで彼を、ね、名指しで企業が M&A とかの担当者がですね一緒に仕事をしてほしいというような こと名指しで仕事の依頼を持ってくると、いうようなね、もう有名な先生になっております。で、前、あの、レックで、私の教え子だっていうことで、まあ、ガイダンスやってもらったんですけど。すごかったですよ。僕は、あの、仕事ワークライフバランスを重視してるんで、ね。仕事はいくらでもあるけど、セーブしてるんですとか、ね。家庭のね、いくらでもある、ね、増やそうと思えば、いくらでもあるし、年収だって、三倍、四倍に、はすることはできる。でも、家庭が大事だから。ね、セーブしてるんですとか、ね。ああ、私の前でよく言うなと思って、そう、そんなこと、ね。 後ろで聞いてる私はもうあ、まあ、言ってるよ言ってるよとねあのワーク・ライフ・バランスのラ,ライフがない宇野先生の前でよく言うなと思いながらですね聞いてたんですがただ本当にあの大型合併とかに企業の担当者がその大越先生を指名して一緒にあのちょっと合併のプロジェクトチームに入ってほしい、ね、半年1年かけて大,大型合併とか M&A のンドエーの ですね、企画立案から、ね、司法書士が企業側とのプロジェクトの中に入って一緒に法,法律分野からサポートをしていく M&A というのは最終的に必ず登記をしないといけないんですでその登記の案件まですべて受け持って1回の M&A 案件で何百万という報酬につながるとそういうのを何本も複数掛け持ちしてるとでさらに社外取締役とか社外監査役などの、ね、役員をやったりだとか顧問になったりだとかそういったようなことをやっている先生です。非常にねあの この本面白いですよもうあの そういうい、ね、今やってる仕事の内容からあと司法書士の資格は合コンで持てるのかとかそれから司法書士の資格を持っていたら銀行でローンはどれぐらい借りられるのかとか普通の本ではなかなか書いてないような、ね、司法書士は持てるのかとかあ、まあ、言ったか持てるのかは言った司法書士としていわゆるあのどういう,、ね、あのこう仕事があってどういうリスクがあってでそしてどういうです、ね、働き方があるのか勤務形態とか、ね、そういったものも書いてくれています。ででですすから非常にあのおすすめですので ぜひ読んでみていただくといいかなと。で、またノートの一ページのところなんですが、あとはまあ登録しておくといいよっていうインターネットサイトとしては、あの、えー、これはですね、イーガブ法令検索ですね。あの。 いわゆる総務省のホームページのところにあるんですが、えー、法令を検索できるウェブページです。現行法令をテキストデータとしてコピペできるので例えばレジュメなんか自分でなんかこう暗記のレジュメ作りようと思った時にあのコピーペーストで、えー、条文貼り付けたりすることできますからちょっとこれはぜひお気に入りに登録しておくといいかなと思いますそれかから民事局のホーームページこれ司法書士受験案内なんかがここに出ます。 あとは日本司法書士会連合会のホームページこれは我々の自治組織である日本司法書士会連合会でここを見るといろいろ司法書士の、まあ、現在の活動だとか懲戒実績だとか月報司法書士っていう、ね、雑誌の特集記事なんかが読めたりして司法書士の今を知ることができますのでちょっと暇の時に検索してみるといいかもしれませんね。そして青年年センターリーーリガルサポートこれはは人、えー、にに司法書士があのなるためには 通常はこの成年後見センターリーガルサポートの会員になりまして必要な研修を受けると家庭裁判所に提出する後見人候補者名簿っていうものにね我々名前が載ります後見人候補者名簿に名前が載りましたらそれを家庭裁判所に提出するんですねそうしますと成年後見人を選んでほしいという依頼があった時に候補者が見つからない時その成年後見センターリーガルサポートが提出した候補者名簿の中からマッチングをしていくと。 で弁護士も行政書士も同様のことをやっている。だからです、ね こういうい団体をを作ってて必要な研修をして名簿を作って名簿を家裁に提出してで後見人のなり手がいなかったらどうぞこの名簿の中から選んでくださいって言ってどの侍業もやってるんですけど,えど,ど日本全国どこの家庭裁判所でもまず司法書士会のえこの成年後継センターリーガルサポートが提出した名簿からマッチングしますその中でマッチできないと次に弁護士会が提出した名簿でその次にえ社会福祉士さんでその次が行政書士さんだったか。 であと、市民貢献人とかいうような順番になっていって大体、だいたい司法書士のこの青年貢献制度はリーガルサポートが提出した候補者名簿で事足りると言われてますから、まあ、あの青年貢献制度を支えているのは我々司法書士だという自負が我々の中にはあるわけなんですね。ただちょっと最近、うん、貢献人になりたいという司法書士が減ってきちゃってるんでちょっとリーガルサポートの理事の先生たちは危機感を持ってるそうですでなぜかかとといいいうと景気がいいからです。 景気がいいから、後見人をやろうとする司法書士が少なくなっちゃってる。後見人ってね、あの、ええー、まあ、なんて言うんでしょうね。あ、あ、一人の司法書士ができる仕事って、やっぱ限度があるんですよ。やっぱり一ヶ月に一回、必ずその非後見人と面談をしてい。 行かなきゃいけないいとかねいろいろその突然おむつがなくなったからおむつ持ってこいとかなんかタオル差し入れろとか突然なんか餅どに詰まらせたからあのすぐ病院来てくれとか呼び出し来たりするんですよ。でそういったようなことでやっぱりちょっと自分の予定が立ちづらいというようなことで敬遠する司法書士もおります。そもそもとそもでそこへ来てここ、えー、景気がいいもんですからなかなか後見人やろうというね、えー、若手の司法書士がいない。ということでちょっとあの。 こ,れじゃこのままじゃ弁護士や行政組織の先生たちに取られちゃうって言って危機意識を持ってるようなんですが、まあ、それでもねそれでもリーガルサポートの会員の数は、えーまあ、ある程度いますから、まあ、司法書士が一番、えー、まあ 専門家のの中ではは頼りにされていいるのは間違いないと皆さんも、えー、これやりたくて証書しとろうという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。私は今3人の方の後見、えー、人と補佐人、えー、やってるんですけど、まあ、ちょっとそういった話はまたね今度お話をさせていただきます。さあそれではではすね、えー テキストの方をご覧になっていただいてテキストのところで実際にこの司法書士試験の特性合格までの流れと最近の傾向特にこの9月27日に実施されました令和2年の司法書士試験を踏まえたお話をさせていただこうと思います。えー、テキストのの7 7ペペーージジご覧になっていただけますか7ページのところに第2章司法書士試験 1> で第1節「試験の特性」というのはこちらの皆さんの方で読んでおいてほしいんですが、えー、いわゆるこの試験、えー、一番一言で言うならば「実務化登用試験、えー」この1行目に書かれているキーワードなんです。でいわゆる合格したらすぐバッチつけて使用書士として世の中に放り出しても、まあ、恥ずかしくない仕事ができるという人を受からせる。ですから 多くの合格者は一旦他の先生の事務所に就職するんですけど実はね、えー、1年も経たぬうちに大体皆さん辞めちゃいますだってもう学ぶことないから。 学ぶことって言ったら営業の仕方とか実務の細々としたルールぐらいなんですよでも半年もいればねもう覚えちゃいます私も一つ目の事務所半年いてああもうつまんねえと思って <laughs> もう,もう、まあ、若かったからね生意気だったんですけどそのも,うもうこの事務所で学べることないななんて思ったんですけど、まあ、一応その1回目の事務所の時は8か月ぐらいいたのかな、えー、いたんですけど 2, 2つ目の転職した先の事務所ではもう本当半年でもう飽きちゃってもういいここいてもしょうがないね一応義理立てして1か月前に辞めるって言って7か月で辞めたって、ね。 で、私は古来書がないんじゃなくて、多くの合格者が、やっぱり、そんな感じで。えー、まあ、一個だけ経験して開業する人もいれば、私のように二個三個って、いろんなことやってる事務所を回って。満を持して開業する人もい,いる。だけども、多くの人がね。その、そんな長く、他の人先生の下で働く必要ない、ね。と感じると思います。それだけ。実務で使う知識を、そのまま試験で聞いてくるんです。ですから、あの、いわゆる行政書士さんとか、弁護士さんみたいに、司法試験みたいに。 今、勉強していることと実際実務でやることが直結しないと言うんじゃない行政書士さんなんかそうですよねあの行政書士の勉強をしていてもじゃあ、車庫証明書けるようになるか建築許認可の申請書、えー、合格したらすぐ書けるようになるかといったら書けないんですよ。書く試験じゃないからね書かせる試験じゃないから。 でえー、司法試験もそうです、司法試験を受かって、まあ、もちろん論文は書けるようになるかもしれないけれども、じゃあ、いきなり検事として、裁判官として働けるかというと、もうそういう実務については、司法収集で学ばせるというシステムに最初からしていると、だけども司法書士は、えー、勉強で習ったことが、そのまんま司法書士として日々使うことになります。 だから、えー、勉強があそのまま実務に直結してる本当面白いですよだからあなたが司法書士だったら、えー、こういう時どういう判断をしますかあなたの事務所にこんな依頼人がこんな書面持ってやってきましたあなたが司法書士だったらどんな申請書を書き上げますか書いてみなさいそういう試験なんです。ですからそういった意味ではね合格してからが、えー、早いもう自分で食えるようになるまでが非常に早い。だからどうしても受験生が、えー 十年になってしまう。<laughs> あの今ね、受験生の中心って四十から五十代、えー。受験生の中心は四十代から五十代になってます。私が受験生だところは二十代だったんです。で、今どうしてもね、人生が長くなりました。どうしてもというか、人生が長くなりましたから。第二のね、自分の活躍の舞台として。えー、この会社でもって、えー、まあ。 あと何年働けるかでその会社をリタイアした後その第二の人生として司法書士として活躍したいということを考えられて40代、まあ、30代後半から40代あたり、ね、リタイアのことを考えて、えー、準備をしてでその結果そう長いことですね合格してからデッチ奉公のように他の人の下で働いている時間長くするわけにはいかないすぐ食える資格となると、えー、これ司法書士に白羽の矢が立つなので受験生の中心が今4050代になっているでなんと合格者の最高年齢 80歳ですかね合格者の最高年齢80歳おととしですよ19歳、えー、最あの小年齢が19歳いやいや私は二十歳でよかったんですけどその二十歳よりも更新されちゃって19歳で最高年齢80歳どんな国家試験だよっていう感じなんですがその80歳の方 回回目目合合格格ですよ2回目合格私その方存じてまして、えー、実は横浜の同じ西支部で私は横浜西支部という支部に所属するんですけど横浜西支部で、えー、あの最初勤務司法書士、まあ、就職も1週間で決まって。 で私の知り合いの先生のところに就職してでそこを辞められて今登録しましたもう81歳でね登録されて今もうねお元気なんですよもうね法務局って駅からどこも遠いんですけどもうねピッと伸びたあの背筋でねかくしゃくと歩いてらっしゃる後ろから見てもすぐ分かるんで、ね「あなたなんとか先生」とかって言って「もう今日もお元気ですね」とか言って「いやー法務局遠いからねよく歩くようになって昔より元気だよ」とかって <laughs> 言ってらっしゃって「いやーすごいな」と思いつつお会いするたびごとに「うーん80 まで働くのかと思いながら、ね、私が8時まで働きたいかというとちょっとだな,なんて思いながら複雑な気持ちにはなるんですがただ非常に大元気でねもう本当に使用書士として楽しんでいらっしゃる、ねまあ、何が言いたいかというとなのでそういう4050代の、ね、方が受験生の中心になってで皆さん考えることはとにかくね支える家族養う家族ねいろいろ持っても なんていうか抱えるものが多い方たちが、えー、いらっしゃいますのでそんな取ってからねそのなちんたらちんたらやってられないとすぐにねやっぱ登録して開業したいと考えている方がほとんどだということになりますさあでは八ページのところを見ていただいてその試験科目なんですけれども八ページね、えー あの7月の第日日曜日に実施されます今年はコロナの影響で約3か月延期されまして、こんなこと初めてだったんですけど、9月27日、ついこの間、実施されたところなんですが、来年は例年通り、7月の第1日曜日と、えー、なっております。ととなると今年の受験生は えー、今年ダだめだった受験生は、あ9か月後にまたもう一回試験が来るという異例の年になっている、なんか今、中上級コース、大変です、ね、1年間の勉強期間がない、持てないということで、もう、つめつめの講義でスタートしているような感じなんですが、えー、7月の第1日曜日、5時間です、午前の部、択一式35問のマークシート、1問3点で105点満点です、憲法、民法、刑法、商法、会社法。で、えー 卓一式午後の部、えー、お昼挟みまして、やはり択一35問、1問3点、105点満点、民疎、民主、民事保全、司法書士法教託し不動産、教託法、不動産登記法、商業登記法、全35問、7科目ですで、えー、午後の部が1時間多いのは、記述式問題が2問入ってくるからで、記述式問題については、不動産登記法1問、商業登記法1問、あなたが司法書士になったつもりになって、申請書を書き上げなさいという問題です。で 論文のように文章のうまい下手は一切関係ありません。あの答えはただ一つ、そのただ一つの答えが掛ければ良いとね。文章を、文章力を問う問題ではないということになります。一問三十五点で七十点満点。でこの百五、百五七十足して二百八十点満点となっていきます。で、この試験、の傾向は、先ほど言った通り、実務家登用試験ですので。あの一般的に。 法学部で民法や憲法や刑法を勉強すること多いと思うんですが、法学部などで勉強する民法と司法書士の民法、全然違います。全然違います。あの、法学部でいわゆる通説、判例、通説と言ってね、最高裁で出た結果である判例。また、えー、学者の中でその指示を集めている通説、えー、通説が答えとは限らないんです。えー、学問上は少数説が司法書士の実務では。えー 普通に使われてるってこと珍しくないんですねそうすると、えー、通説が答えにはならず地方書士としての必要な知識を聞くんですから少数説が正解ということも起こり得るですから必ずしも法学部などを出たということがまあプラスにはなるとは思いますけど、えー、その法学部以外の人が非常に不利というようなことは全くないと思ってくださいそして、えー、やはり我々はあのお不動産のお登記の仕事が非常にメインとなってきますので、えー、不動産登記といえば、えー 物件法と呼ばれる分野なんですね。だから物件の出題がめちゃくちゃ多いんですよ。で反面債権についてはさほど出てきません。で、えー、また相続登記の仕事も非常に多くの割合を占めるので相続法からの出題はものすごく出てくるね。えー、だけれどもさっき言ったとおり債権はそんなに出てこないだとかね。あとはあ憲法とっても面白いですよ。憲法三問しかないんですけど憲法についてはこれ平成十五年我々に 法廷における訴訟代理権が解禁されたのと同時に憲法が導入されたでなんで憲法が試験科目に導入されたかというと弁護士にねあの文句を言われたんですよ。その 憲法も勉強してないの司法書士さんにあの訴訟代理になんか務まらねえとか言われてその確かに憲法の中でも統治の分野の司法権裁判所ですね三,三権の中の裁判所国会内閣裁判所の裁判所、えー、の勉強をしていない司法書士に、えー、法廷に立って原告被告の 権利が守れるかというと確かにまあ弁護士の言うことには一理ある、ね、と考えた司法書士会がじゃあ改正に動いてじゃあ憲法の出題を、えー、決めたんですねそういう経緯があるのでどうしても司法権中心なんですよ司法権からの出題がめちゃくちゃ多いでまた刑法に至ってはこれやはり3問しか出ないんですけども司法書士にとって必要な刑法って言ったら司法書士が手を染めがちな犯罪についてしか出ないんです、ね、例えば公務員相手だから収賄罪とかね あとは人様の財産を預かる立場なので業務上横領とかまたあとはですね、えー、なんだ司法書士が逆に被害者になる業務妨害だとかそういう関連の法律あとは偽造か文書偽造依頼人に頼まれて文書偽造しちゃったとか文書偽造公正、えー、証書原本等不実記載とか登、ね、記記録を改ざんしちゃったとかねそういうような司法書士が手を染めがちな犯罪についてしか出ないんです、ね、なんていう本当にもうあの 分かりやすい試験傾向があるということはぜひ覚えておいてください。さあそれではえ続いてページあ10ページのところを見ていただいて合否判定これよく分かってない方いらっしゃるいまだに受験生なのに分かってない方いらっしゃるのでちょっと説明していきますとどうやって合格者が判定されていくのということなんですがまずですね択一式午前の部35問、えー、と択一式午後の部35問これをマークシート五試択一マークシート方式。 マークシートに正しい答えを塗りつぶすという回答方法になりますそうするとマークシートが2枚提出されるわけですそれ,をそれらを午前は午前で採点午後は午後で採点かけまして大体いい偏差値50です偏差値50ラインの点数をはじき出しますでそれを基準点と呼んでその午前の基準点午後の基準点両方ともクリアできた人 について記述式の、えー、採点に残るということになっていくわけなんです午前の基準点午後の基準点両方クリアできた人のみがこれですね、えー、あのー、記述の採点に 進むこととができますよとじゃあ両方クリアできた人ってどれぐらいいるのっていうことなんですけれども大体いいですねちょっとまあ今年に関しては少し人数が減ってしまっているのであのちょっと書きませんけれども。 今年に関しては人数が減ってしまってるんでちょっとね読めないんですけれども、まあ一万五六千人からだいたいこう一万五六千人からだいたい二千人ぐらいになってしまうということになるわけなんです。だいたい一万五六千人いた受験生、ちょっとね今年あの受験生が減ってしまったんであの正しい数値が公表されてないんで約,約って言いますよ。一万、えー、そのまあ、ちょっとじゃ平成三十一年の例にしましょうか。平成三十一年だったら三十二年令和二年はちょっと まだ発表されてないんで、平成三十一年の例で言いますと、さ見えない。平成三十一年の例で言うと、一万三千六百八十三名が受験したんですよ。え一万八三千六百八十三名が受験して、でこの記述式の採点に残れた人、記述式の採点に残れた人、これを仮に A としますと A の部類としますと、記述式の採点に残れた人は二千六名です。二千六名。 ということはこの間でなんと1万1677 16名が敗退ですよ、この間でいわゆるう択一の午前または午後の基準点に届かずに1万1677名が惨敗、ここでもう,てもう敗退です。不合格決定こと、ね、不合合格格決決定定と で両方とも基準点にクリアできた人2006名について全国に、えー、の現役司法書士が採点委員になっていますで50名ほどいると言われていますで、うんなんかね、秘密のベールに包まれているので、えー、何人いるのかは明かされていないんですが大体50人ぐらいの現役の司法書士が採点委員となって採点をしてで、やはりこの記述についても基準点というものが、えー、算定されるんですね。 で記述の基準点もやっぱり偏差値50ラインです偏差値50ラインの記述式の基準点をクリアした人でここね記述式の基準点をクリアした人それを仮に B としますとこの B の人が大体どれぐらいかというと偏差値50だから10221022 10名。 平成31年は,、ね、は1022名の方がこの偏差値50ラインの記述の基準点をクリアしたそうすると記述落ちと呼ばれる記述の偏差値50上位半分に入れなかった人がここで不合格確定これは984名です984名ですねの方がここで不合格確定。でこの名の名 方がじじゃゃあそそのまま合格かとといいうとそうじゃないんですよ1022名の方というのは3回の関門をくぐり抜けてきた人です。午前の基準点パス午後の基準点パス記述の基準点パス3回のいわゆる関門をくぐり抜けた1022名の方ここで3つの点数を合算します。 で合算して二丸三の合計の上位600名程度が、えー、筆記試験の合格最終的な筆記試験合格者になりますよと C この C の人が、えー、平成31年は606名。 名の方が合格ということにななったわけなんですそうするとせっかく3つの関門パスしたのに最後の、えー、合算でもって上位606人に入れなかった総合落ちと呼ばれる人たち総合落ちと呼ばれる人が416名いる416名いますよということになっていくわけなんですね。これが これがですね、今の、今のっていうか、あの、平成三十一年の、現状ということになります。で、でですね、大体じゃあ基準点って、どれぐらいなのっていうことなんですけれども。大体基準点って、どれぐらいになるかというと、ちょっと、これは、別の紙に書きますね、えー。基準点書いていきますと、あの、平成三十一年。平成三十一年の、基準点で、言いますと。まあ、今年の、予想も。 かねてお話ししていきますけど、えー、平成31年の基準点でいうと、午前が午前が35問中だいたい例年ですね。えー、あ、まあ、ま、あちゅ待ってください。平成31年はこっちに書こう。平成31年はこっちに書かしまう。失礼しました。<laughs> 基準点の例年例年値ね、まず例年値、例年はどれぐらいかというと、だいたい25から高いと30とかなっちゃう。えー、25から30ねこう。 これが偏差値50ラインなんです。で午後、あと平成31年は35問中25だ、25。平成31年は35問中25だったんですね。で、えー、午後については例年午前よりも科目数が多いのでちょっと下がります。22から28、35問中。で、えー、平成31年は35問中すごい低かった22だと で今年は、今年はですねこれ多分今年、我々基準点レック、えー、毎年当ててるんですよで発表法務省発表される前にねあの多分これって言って当たるんですけどどうやって当ててるかというとまず試験の当日に 完全に講師の勘、もう講師の勘も自分で解いてきた勘でもって。あ、もうデータも何もないところで、多分何とかってね、解答速報会で発表しなきゃいけないんですよ。で、午前は毎年私がやって、午後は毎年根本講師がやってるんですけど。まあ、よく当たるよねとか言いながら、まあまあ長年受けてるとね、だいたい去年と比較してどれぐらい難しいかとかっていう。だいたいもう野生の勘でわかるんです、ね、当日予想したのは私二十六から二十七。今年はそう予想したんですね。で、根本さんが二十二から二十四って予想したのかな。 その後、1週間経ちますと、皆さんから成績診断っていって、自分でマークした部分を皆さんにご提供いただいてで、その偏差値等を出すのにご協力していただくんですよ、毎年レックが一番受験生のご協力の数が多くて、正確なデータが集まってきて、そうしますと偏差値が分かってくるので、そうすると、大体レックとしての最終予想というのを立てられると、でその結果、最終予想は午前が35問中、えーね、2十 6か7そう26か7だから当日私が予想したのとほぼ同じで、午後についても35問中23から24ほぼ,ほぼだから最初に当日私たちが予想したのと同じ結果が出ていますで今度11月4日に正式に法務省から発表になるのでそれ当たってるかどうかね、ちょっと今、ドキドキの状態なんですが、まあ多分当たってるでしょうですから去年よりかは若干優しくなったというのが今年の状況だったわけです。で、で記記述述なんですけど記述については点点満点中 毎年30から40になりますちょうど偏差値50ラインが。で、今年に関しては、多分ん、こ、えと、ー、に関してはというか、31年は70点満点中32.5だったのね、二点五。で今年は多分ね、70点満点中35ラインだというふうなことを予想しているところです。で、この記述の基準、あ卓一の基準点と記述の基準点、3つクリアすると。 ここなんですよ人3つクリアすると B に入れる千1022人の B に入れるじゃあ3つクリアしても最終合格最終合格606人に入るこの C に入るためには、えー、何が必要かというと上乗せ点が必要なんですよつまりこの31年で言うならば25問かける3ねかける3で。 かける3で75あちょっとスペース足りなくなっちゃった751問3点だからで35問中2 2る3で6666 66で記述さそのまま32.5足していくのでそうすると75点足す66点足す32.5で合計合計173.5というのが基準点を取った合計点となります。 ところが、この基準点を取っただけではさっきから何度も言っている通り B にしか入れないです B にしか。で、えー、いわゆる1022人の方は173.5点以上取っている、だけどもそのうち606名が最終合格、じゃあその606人に入るためにはここに上乗せが必要なんです。 で、それがいわゆるですね、我々の世界ではまあ十発点の壁とかって言われている上乗せ点の話なんですね。で、ところはちょっとこの平成三十一年はちょっと上乗せ点が高くて十発点どころじゃなかったんですよ。この年は最低合格点ね、最低合格点がひ百九十七点、百合格点が合格点が合格点がですね、百九十七点ゼロだったんです。 とということはそこに基準点の合計である173.5を足すとああ確か引くと引くと2 3 5三点五いつもね平均これが18だったんだ,だからよく18点の壁とかって言われたんですけどちょっとこの年だけはちょっと意外に高くて23.5だから、えー、卓一換算でいうと7問から8問上乗せをしなければいけなかったでも平均は平均は18点です平均は18点18点ね。 だからあの18点の壁って言われるんですよって択一換算だと6問上乗せ記述に6問択、えー、一に6問記述択、えー、一に6問上乗せが必要だから先ほどの話だと35問中2535問中22に6問上乗せするだから大体いい3問3問ぐらい上乗せして少なくとも午前は28以上午後に至っては25以上取っていくっていうイメージです。 で記述でもちろん18点の上乗せをするってことできなくはないんですけど記述で18点の上乗せをしようとするのは正直しんどいんですねどうしてかというと記述の採点が公表されてないからなんです記述の採点方法つまり 1, 1個間違えるとマイナス何点引かれるのかとか1つの回答欄が1枠何点配点なのかとか全く公表されてないとか模範回答すら公表されてない。 そんな中で、えー、プラス18点の上乗せを記述のほうで持っていこうとするのは採点がブラックボックス化してますから正直わからないんですねだったら確実に自己採点できる択一のほうで3問3問上乗せ、えー、最低でも、えー、午前プラス3問午後プラス3問、ね、上乗せをしていくというような上乗せ点を6問以上持っていく作っていくようなそういった合格の仕方を目指していくべきだよというふうに、ね、皆さんにアドバイスをしております。で <laughs> そしてですね、あのこのイメージね、えー、皆さん持っていただきたいと思って毎年お話してるんで、この話被っちゃうかもしれませんけど、ちょっとこの平成31年で持って説明をするのであれば、イメージとしてはあ書か,かなくていいですよ、書か,かなくていいですよ。毎年ねちょっと同じような話してるんですけど、まずまずですよ、受験生1万3683人、683。でこの1万3683に入るのは。 誰誰でもででででももききるんですよ誰でもできるだって受験資格ないから。でところがこの1万8683人がのうち A に残れる人つまり卓越の,基準,卓越の、えー、基準点両方突破して記述の採点に残れる人こんな感じですね AA これが2006人になっちゃうんです2006名。 あとの1万1677人は敗退ですよ、この車線、斜、えー、線部の人たちはさようならのなってしまう。で、すごい世界ですよね、これだけ見ると、うわ、すごい割合だなって思いますよね。で、いわゆるう1万3683人のうち、卓越両方とも基準点突破できた人は2006、それを仮に A としていきます。そうするとじゃこの名の名人が 2006名の人が次記述の基準点クリアする記述の基準点クリアするこの半分です半分記述の基準点をクリアする B ね B で1022人1022名になってしまうよそうすると残りのこの半分この半分が984名がさようならと、ね、いうことになってしまう。でさらにこの B B の1,022人のうち千二十二人のうちプラス18点の上乗せを乗せて最終合格していくのがここですよね CC、えー、が6 0 名,名ですよそうするとこの残り416人は416人はさようならとね416人はあの最終的に全部基準って言ったのにだめでしたっていうことになっちゃう非常にだからそう考えると狭きもんだなというふうなイメージを持っていただきたいと思います。でじゃあ皆さんは 車線に入っちゃなんですよもうこの1万3683人になるのは受験資格ありませんから別に学歴だ年齢だ経験値、ねえー、扶養家族の有無とかなんとかそ全然関係ない極端な話中学生でも受けられるわけなんですで、えー、だからここに入るのはもう簡単だとしてでまず A に入っていく A に入るためには択一の午前午後とも、えー、基準点をクリアする、ね、力をつけていかなきゃいけないじゃあ A に入るためには何をやるかこの講義です 講義の中で私が責任を持って A に入るための知識を皆さんにお話しします、でそこをもう毎年私、検証しています、自分が教えていることだけで何点取れるのか、今年に関しては35問中、私がちゃんと教えたことをちゃんと掴んでいただければ29問取れた、29問皆さんに取っていただくだけの講義をした自信はあります、で初級講座でねでそれをちゃんと検証して、あの皆さんに発表しています、私、ここの講義でこう言ったよね、でですから、その A に入るのはもう私にお任せください。でもちろん,皆さん 皆さんがしっかりそれを習得していただくことは大前提ですがそしてじゃあ A に入った上で次 B に入るためには何が必要か B というのは記述の基準点つまり上位50%に入る記述の基準点をクリアするためですでこのために必要なことはもちろんね講義の中で記述の書き方等をお話しするんですけれどもえ記述っていうのは A 作文と同じなんです A 作文って A 単語と文法を学んだだけでは書けないですよね A 作文いきなり英単語と文法を学んだら書けるかっていったら書けないじゃないですか大学受験の時を思い出していただくといいんですけれどもあの結局、英作文書けるようになるためには演習しないといけない演習、えー、本試験レベルの演習をするでそれに当たるものをやはり記述でも、えー、習得しなきゃいけないつまり英単語に当たるのがひな形と呼ばれる記述のまあフレームなんですね記述の申請書のひな形申請書の要するに 書くべき内ひな、えー、形と呼ばれるものなんですけどそのひなを覚えるのが英、えー、単語を覚えることにあたるで文法というのが解き方なんです文法というのが記述で言うと「解き方で」でテクニック的なものも含めて解き方にあたるでこのひなと解き方が揃っても実は書けるようにならない演習が必要なんです。 だから B, B に入るためにはひな型と解き方、ね、えそこを理解した上ででひな型と解き方は講義の中で私が皆さんにお伝えしますでも、演習は皆さんが自分でやらなきゃいけないでその演習をやるためのアウトプットも講座の中にセットされています。で それがですねちょっと今日、皆さんに版書という形で私たちあちちあゃゃご言ってもごめんなさいね版書という形で渡した3ページのここ3ページにある「記述解法ベースアップ講座」というですね、えー、アウトプットの講座です、ここで解き方編と呼ばれるところで私がまず手取り足取り解き方を皆さんにお話しします、それを踏まえて10回の演習をご自分で教室または自宅で演習していただく。 でその演習によってでその演習の結果答案をレックに出していただいてそれを私が私たち講師があの採点するんですよ採点して皆さん赤入れてお渡ししますでそういう、ね、訓練を一定数積み重ねていただいてそれで書けるようになってくるんですだから記述についてはですね、えー、解き方と、えー、いわゆる ひな型だけ覚えれば、いきなり書けるようになるわけじゃない。どうしても一定数の演習が必要だというふうにご理解ください。さあ、ではじゃあ B に入ったとしましょう。最後、C に入んなきゃいけない。B に入るだけで安心しちゃダメなの最後の関門、18点の上乗せです。えー、卓一記述の基準点に約18点の上乗せ点を積んで最低合格点に滑り込む。C に入るためにはじゃあ何をすればいいのか。 それがですね直前期の勉強方法にかかってるんです直前期というのは、えー、本試験の約3ヶ月前3月中旬から、えー、4、5、6の3ヶ月強を指します この直前期の勉強移管によっては18点え上乗せできるかできないか分かれ目として変わってきてしまいますでここの、えー、勉強方法については講義の中で説明しますと書いてありますから講義の中に委ねてほしいんですけれどもイメージとして、ね、皆さんにあのこういうやり方をするんだよって青写真だけお話しするとこの版書の最後の6ページこれ2019年の時に皆さんにお渡ししたものをちょっと、ね、今年のもの持ってこようかなと思ったのに今年は9月実施だったからちょっと日付がずれちゃうんで。えー 2019年、例年通り7月に実施していたもので実際にお配りしたものを皆さんにお渡ししますこれちょうど3月31日から15週間本試験まで15週間あるという、ね、大体まあ平年15週間なんですけどその15週間を、えー、初受験春生、初受験秋生だ皆さん秋生の方だ、ね、秋生のほう生ね。 まず1週目5週で2週目3週で,、ね、で弱点インプット1週間置いてからの、えー、3週目2週間、えー、4週目2週間でラスト1週間で、えー、1週というふうにこの直前15週間なら15週間でこれと決めた問題をこのプランに従うと、えー、5回、5回ししてますよね。 でこれと決めた問題というのはどういうふうにピックアップするのかもお話ししますで、えー。過去問の中からある基準によってピックアップしていくんですけれども、そのピックアップされたあの問題数絞絞りり込込んんでいきます。絞り込んだ問題数をまず5週で、次3週で次2週でもう1回2週でやってからのラスト1週間で今度は全部11科目を7で割って7で割って、ね、1日11科目全部回すみたいなそういうイメージ1週間で全部回るようにでこうやってやって同じ問題をぐるぐる回していくんです。 でそうすると忘れないうちに、ね、忘れそうになる前に同じ問題に戻ってくるんです。忘却曲線がゼロになるかなと思いきやまた、えー、その同じ問題に戻ってきてでまた忘却曲線がゼロになる前にもう一度同じ問題に戻ってきてなんていうことを繰り返すことによって定着していくことになる。 でこのようにもうとにとかく直前期というのは新しいインプットをするんじゃなくてこれと決めた問題をぐるぐる回して定着させてものにしていくそういう勉強をしていくというのがまあ代表的な勉強方法なんですがそのほかにもいろんなアドバイスがあるので、ね、それはまた後で、えー、実際の講義の中でお話しするとしてこの直前期のやりよういかんによっては18点伸びる人もっと伸びる人全然伸びない人というのが出てきてしまうですからこの C に入るための最後の、ね、ポイントは直前期の勉強方法にかかっているよ。こんんな風に、ね、皆さん まず受験生には誰でもなれますじゃあ受験をするだけでおあの安心しちゃうんじゃなくてまず A、択一の基準点両方突破するために、ね、講義を完全に習得していくで A に入るだけで満足するんじゃなくて B、いわゆる記述の基準点も突破できる力を養うそのためにはひな形や解き方だけでなく演習もやっていかなきゃいけないよ。 B に入ったって C に入らなきゃ意味ないんだからじゃあ C に入るためには直前期の勉強方法にとにかくデリケートに、ね、取り組んでいかなきゃいけないよって1、ね、間違えたらもう転落しますですからそういう、ね、具体的な道筋というのはこれから皆さんにお見せしますのでとにかくあのそのかなり管理きつめにいきます。これから科目が進んでくると マンンスリーーカレンダーみたいなの皆さん後半の冒頭でお見せしますけどマンスリーカレンダーみたいなを持ってきて今日はこれやなさい明日はこれやんなさいって、えー、マンスリーカレンダー白紙のカレンダーに今日は民法何回目で次の日は民前日の復習その次の日はすでに終わってしまった科目の過去問その次の日は記述とかっていうふうにもう毎日何をやるのかぐらいまで全部メニューとして皆さんに、まあ、もちろんその通りできない人もね、えー いるのであくまで目安なんですけどそういうお話をしますので、えー、とにかくこう引かれたレールをただ、ね、もう脱線せずに頑張って走りきっていくというような、ね、そういうつもりで、えー、皆さん臨んでいただければどん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 ん知らぬうちに実力はついてくると思いますそこのところはもう約束しますのでぜひですね大船に乗ったつもりで、えー、ただ、まあ、モチベーションの部分まあいろいろ実務でね あのこんな楽しい話あったよこんな面白い話あったよ面白い話ばかりじゃなくて私は結構怖い目にもあってんでこんな怖い目にもあったよみたいなそういう話をして、まあ、皆さんのモチベーションを、ね、維持できるように配慮はしますけれどもただ皆さんのお城を張ったくわけにはいかないのでそこの,そのモチベーションだとかどうして司法書士なのかそういったなところはぜひご自分で日々、ね、自分の胸に手を当ててその、ね、自分が司法書士になった後のことを、ね、想像しながらモチベーションの維持だけは、ね、頑張って皆さんにお任せしたいなと。ただやり方計画の立て 勉強の仕方、そしてもちろん法律の知識、そういったところはもうもうあのしっかりと皆さんお伝えしますので、えー、ご安心いただきたいと思います。ではあの、ちょうど前半の時間が来ましたので、一旦ここで10分間、休憩に入ります。何していただいても構いませんので、10分後にまた教室にお戻りください。それではじゃあ、えー、休憩に入りたいいと思います はいえー、それではじゃあ後半の講義を始めてまいりたいと思います。前半の時にちょっとご紹介しそびれたその皆さんに学習計画等についてのアドバイスをちゃんとしますよといった話なんですけれども。 えとね、これあのちょうど1年前に始まったああの15ヶ月合格コースのスタンダードプラスの受講生にこの間配ったものなんですけれどもれ不動産東京の1回目かなんかに、ね、配ったものなんですよ、まあ、ちょっと画面上でイメージだけ見ていただければいいんですけどその通学クラスバージョンと、えー、通信バージョンあのカレンダーそれぞれ落とし込みましてこの例えば日曜日に講義を聞いたら、ね、民法の復習で、まあ、2日、相手からの,、ね、不当法の不動産東京法が始まってで不動産東京が始まるとこの不動産東京法の講義の復習 復復習習と終わっっっててしまった民法の、ね、復習を一緒にやいいかななきゃいけないですよね例えばだから不動産登記法1回目の講義聞きました前日の復習しましたで次の金曜日は民法で民法の中でも意思表示っていうところまでこの日に復習しましょうとかね、うん、で土曜日も民法で代理までやりましょうでそれと今度日曜日にこの講義があって講義の復習してでまたこの民法で,で時効までとか何とかで次の日には択一到達度チェックテスト1回目を受験してといった具合にそれぞれこう毎日何をやるのか、ね、というようなことをこれでもカレッターでもうこう この日やることこれだよってことまでもう皆さんにこう指示をしてい、えー、っておりますでこれはあの通学バージョンとこれは通学クラスバージョンなんですが通信の方の場合にはそこから2週間遅れになりますから2週間遅れのバージョンというのも作って、えー、それぞれカレンダーに、まあ、やることは大体同じなんですけど日付がずれていくもこのまんま皆さんねここにあと自分で付加するプラスするようなものを書き込んだりしてこれをこのまんま使っていらっしゃるような方がほとんどですですからそうさあ机に向かったはいいけど今日何やろうっていうことのないようにですねもう管理強めでね その <coughs> 皆さんにこうアドバイスをしていこうかなとで具体的に例えばじゃこの民法の復習って言ったって民法意思表示までっていう範囲は分かったけどどうやって復習するのとかいうのは前のページに民法の復習方法とかっていうようなことまでもこう書いてあるわけなんですだからもう何をどうやっていくのかというようなことまでお話ししていきますからもうそれ乗っかっちゃっていただいてねもう乗っかってその、えー、はいこれ次これやってくださいというものにそのままもう皆さん言われた通りにやっていかれると。 計画これでいいのかという不安と、ね、そういったものを感じることなくとりあえずメニューをこなすことが勉強なんだというふうに皆さんねあのもう割り切ってでそれをやることですら大変なんですから、えー、皆さんのところに、ね、その計画立てるののストレスや不安、えー、これでいいのかというね独、えー、学に対する、まあ、不安ですよねそういったものからせっかく予備校にこれだけのお金をかけて、えー、参加してくださっている以上はそこのついての、えー、不安やあの についてはこちらの方でね、すべて吸収をして、あの提案をしていこうと思っております。 さあそして前半のところでお話をした内容にちょっと1点、もう1点補足をするのであれば前半の合否判定は,あれは筆記試験についての合格判定方法なんですね。で筆記試験に合格したらすなわち最終合格かというと実はその後口述試験というのが実施されます。口述試験は筆記試験の合格発表なんとね今年は12月24日クリスマスイブってねひどいですよね、どうせだって何でクリスマスイブに合格発表するかなと思うんですけどなんか、ね、悪意を感じますよね。だって多くの の人が受からないわけでそうなるともう最悪のクリスマスイブじゃないですかもう,もうなんでクリスマスにするかな少なくとも23にするとか25にするとかね、えー、6にするとかそういう方法もあっただろうにと思うんですけど、まあ、クリスマスイブなんですけどその、えー、発表から約2週間後に口述試験というのが実施されます。でえー こちらですね試験官は現役の法務局の職員の方が試験官やってくださるんですけど、法務局の中で、えー、試験官2人に対して、えー、受験者1名で約15分の口述・口頭試験となりますで。科目は11科目じゃなくて、えー、不動産登記法と商業登記法と司法書士法の3科目しか出ませんで、5分、5分、5分、不動産登記法5分、商業登記法5分、司法書士法5分、ねえー、というような形になっていくんです。 で受験をした人はほとんどほぼ100%合格しているのが現状です。 ただ、制度設計上は、口述で落ちることがありうるということを前提としています、でなぜかというと、口述で不合格だったものは、翌年の筆記試験を免除するという司法書士の規定があるからなんですね、つまり、口述で不合格だったものは、翌年の筆記試験を免除するということは、口述で不合格でが出るよってことを前提としていると、で次の年、筆記を免除するんだから、もう一回、口述受けて、それで受かれば最終合格できるということです。でちなみに えー、過去に受けて落ちた人いるのかというと調べましたらいます、います、落ちた人がいるんですねで、えー、どうして落ちちゃったんだろうっていうのを調べてみたら、すごいんですよ、理由がすごい。あの あの受けた人についてはまず受かるってそれまでずっと言われていたて、ね、だから何をやったら落ちるのか調べてみたかったって言って一言も喋ゃらなかったんですってバカじゃないのと思いますよねってか何やってんだっていう感じで私の教え子じゃないことを祈りますけどそのあの何を、うん、受験したら絶対受かるって言われてたから本当なのかを試してみようと思ったって、ね、だから一言も喋んらなくても受かるのかっていうのを身をもって、ね、<laughs> 確認したっていうのは理由らしいんですよ話によると、まあ、私に直接聞いた話じゃなくて伝聞なんですけどバカだなと思って。結局だから落ち ち,ちゃってでそれ一言も喋んなきゃ落ちますよだって名前も言わなかったでしょ、えー、落ちちゃってで結局翌年まあ反省したんだかなんだか翌年もう一回口述だけ受けて最終合格したようですがでも一年棒に振っちゃってますからね何やってんだかっていうあとはあのそもそも受けなかったっていう方はいらっしゃるようですなんか妊娠かご病気かであ、えー、妊娠だ妊娠されてあちょっと出産と重なってしまってまあ受けなかった受けなければ当然不合格なんですがこの方も翌年口述受けて受かってますでですからまず基本的にそんなよよほどのことがない なないいい限りその落ちないと思ってくださいじゃあ何のための試験なんだだったらやなっていいじゃないかって思うんですけどこれ一説によると人物考査らしいんですね人物考差要するにあの不適合者を排除するっていう要するにあの、えーね、その道の人だったりとかそういうような、ね、人をが使用書士になってしまったらやはりまずいだろうということで。 えーまあ、司法書士としての品位を保持できる人物なのかどうかというのを、まあ、調べるための試験だって言われてるんですけどほ本当にそういう引 <laughs> っかかっちゃうような人だったらわざわざそう見えるような格好するわけないじゃないですか,かち,ゃんとちゃんとした格好していくだろうからそこで引っかかるってことはよっぽどのことでしょうしそんな、ね、見てわかるのかっていうね私が過去にあったあの暴力団関係者の人とかって一見してわかる人ももちろんいますよ、もちろんわわわエナメルの靴とかいう,、ね、いうような感じであの紫のスーツとかもうわかりやすい。あの あのえー、スモークかかった白,白いベンツとかもうそういうのは分かりやすいいで立ちの方もいらっしゃいましたけどあの逆に、総会屋の人たちとか総会屋関連の暴力団関係の方なんてどこ,にあのどこがどう見たって、ね、ロマンスグレーのおじ様にしか見えないみたいなもう本当にいいものを着ていらっしゃってもうステッキ持ってシルクハットが似合っちゃうようなイメージの人もいらっしゃいましたしだからそう見て分かるかどうかって言ったらその道の人だって見て分からない人だっているわけで人物交差っていう のも,ね、でどもう一説によると、えー、要するに替え玉受験を見抜く,替え玉受験を見抜く要するにあの筆記試験は筆記試験は他の人例えば合格者に受けてもらって、まあ、一応写真照合をしますけど。 あのそんなぐりぐり見ないので、えーまあ、今年はマスク外してって言われたそうですけれどもそれでもねやっぱり皆さん下向いてるのでそんなに写真と照合の際にあんまり確認しないんですよ、まあ、ある意味、なりすましの人が、えー、筆記試験受験してもばれ、まあ、ない可能性はあるだけれども口述となったらやっぱ本人が行かなきゃいけないからそうすると口述でもってしどろもどろすぎると本当にこの筆記であんなにいい点取ったのにこんな口述簡単な口述問題を、えー、答えられないってことは君、筆記の時他人に受けてもらってたでしょう。 みたいな推測が働くそこで、えー だっていいう人がいるんですよだけどだけどそれおかしいですよねだって口述でしどろもどろすぎるから君あなた筆記試験他の人に受けてもらったでしょうって証明できないじゃないですか証明できないので証明できないことをですね疑ったってしょうがないわけで、えー、ですからそれはちょっと違うだろうなそうすると何なんですかねあの口述試験って受けた人はほとんど受かるというだからまあ,あ、まあ、何のためにやってるのかちょっとよくわからないんですけども、えー、一応そ,そういう試験が15分ね実施されてそこから3週間後にさ 最終合格発表という形になります例年だと11月の頭に最終合格の発表がある7月第1日曜日受験で9月末か10月頭に、えー、こう筆記試験の発表約3か月後ですもうねあのまな板の故意状態で3か月後に、えー、ようやく発表になってそこから2週間後口術試験で口術から23週間後最終合格発表という形になる皆さん2022年の11月のところでは ぜひねその合格を勝ち取っていただくもうあの瞬間ってやっぱり、えー、こう生涯忘れることもできない、えー、合格発表の瞬間ね同期同期が集まればみんなその時のことでやっぱ盛り上がりますでその後簡単に言うと11月の末からまたは12月の頭から、えー、新人研修がスタートしていきます新人研修は、えー、宿泊を伴う新人研修があございますえー、日本全国の合格者を西日本東日本に分けてえー、2か所の研修所に集めて、えー、宿泊を伴う 新人研修とブロックごとにやはり宿泊を伴う東北,北海道ブロック東北ブロック関東ブロック、えー、と中部ブロック四国ブロック中国ブロック九州ブロック。 えなんだっけもう,一個もう一個あったんだけど7個,7個のブロックだったと思うんですが <laughs> まあい,いやそのブあ東海ブロックがあるあのかで、えー、そのブロックごとの合格者で宿泊を伴う研修でその研修を経た上で希望者には配属研修といって実際の事務所に配属されてで、まあ、お給料こそ出ないんですけれども、えー、実務のメニューを、えー、プログラムになっている研修メニューを実際の先生に手取り足取り教えてもらえるそういった研修を経て大体いたいで 2月末にそういった新人研修が一通り終わりまして今度3月に特別研修といって簡易裁判所の訴訟代理権をもらうための認定考察っていう2度目の試験があるんですね。簡易裁判所の訴訟代理権を 手に入れるためには司法書士に合格するだけじゃなくて認定考査っていう2回目の試験を受けて合格していかなきゃいけませんで今司法書士だから2階建て構造単なる司法書士と認定司法書士とに分かれてますその認定司法書士になったもののみ法廷に立って原告被告の代理人となれるでその認定司法書士になるための2回目の認定考査を受けるための研修これが特別研修なんですそれが新人研修終わった後三3月に約1か月間実施されていきますでそれが終わるのが大体3末 で皆さん、新人研修と特別研修はセットで受けていきますからそれが研修三昧の2、3か月を経て3月末にいよいよ皆さん開放されて4月頭から新天地ですぐ開業する人もいれば他の先生の事務所に就職するか方もいる私のように企業に就職する人もいるだろうし、えー、すぐ開業するという方もいらっしゃいます大体いい4月頭から皆さんね、ね活動、司法書士としての活動を始めていくというような例年の流れとなっていくと。 この新人研修と特別研修は何も受かった年に受けなきゃいけないわけではありませんからあの受かってから何年か経って、えー、受けるという方もいらっしゃいますのでそこはご安心ください、まあ、とにかく楽しんだこの新人研修がもう人生の楽園ですよ、もう,もう同期が集まったら,、ね、集まったら何年たとうが必ずその話盛り上げます。 あの時本当楽しかったでも同じ釜の飯じゃないですけどそれこそ、ね、同じ試験を受けて受かった者同士ですからただでさえ同期って仲がいいんですよ、でそんな中帰らなくていいんですよ、帰らなくていいわ毎晩酒飲んでも朝まで盛り上がって研修中は寝て、でも研修中はもうひたすら寝て夜盛り上がって、もうみんな6時ぐらいからもうあの目がさえてきてです、ね、6時からもう夜中、一晩中飲み明かしてでも語り明かして、まさ、あ、か大人になってから、ね、友達100人できるかななんて普通の人じゃありえない経験なんですよ。そころが100人どこじゃないです からね、当時私平成8年の時は合格者400人だったんですけど当時は400人だったんで日本の合格者を全部東戸塚神奈川の東戸塚の日本生命さんの新人研修センターに、えー、全員400人集めて全員そこで宿泊1週間あ10日間10日間、えー、缶詰になって研修をしながら、えーあのま、な同じ同期とですね、えー、一晩中語り明かしてまあ友達100人とかじゃない400人できるからなんですよ名刺400枚持ってこいなんて,言って持ち物のとこに名刺400枚とか書いてあって。 使うかよと思って、私に200万円しか持っていかなかったら、見事にあ後の200万円手書きするハメになってですね。まあ本当に全員と名刺交換して、でもえその中でね、それは400人もいりゃ仲のいいグループがに見つかりますよ。で、まあ大人になってからの友人がこんなにも楽しい友人関係がね、こんなにも濃いね、あの友人関係ができるなんて本当に思わなかった。今だに繋がってます。そのメンバーとは。で、友人関係になるのみならず、結婚相手まで見つけちゃう人もいますからね。そこで研修所で。 知り合って研修中にあの、えーね、仲良くなってそのまま、えー、研修終わった後私あのことぶ寿貧乏になりましたから10組ぐらい、ね、あの同期同士で結婚があ相次いで,でそのうち8組分かれちゃいましたけど <laughs> 8組分かれてしまいましたがその、ね、本当に、えーね、同期同士で結婚する人もいる交、ね、際相手見つける人もいる、ねでまあ、一生の友人ができる、まあいいことずくめで、えー、同期がいまだに集まれば必ずその話「あの時本当楽しかった戻れるんだったら戻りたい」あのし「新人研修に戻れるんだったら戻りたいね」 いつ今でも言います。もう合格して二十六年経ちますけど。 私なんかい、ね、まだに同期とつながってそれこそ、ね、あの私の同期ってもう会長クラスなんですよ、司法書士会、今神奈川会の会長は私の同期なんですけどもう本当に偉くなっちゃった方も多くてね私なんかは全然開業まだ7年ですから、ペイペイですけど、えーまあ、偉くなってしまった同期もいて、まあ、大きな事務所になっている同期もいて、まあ、司法書士って一匹狼的なイメージが強いですけど横のつながりが本当にあの、えー、すごいね、まああの、いい業界ですよ、またね、弁護士なんかと違ってそのバックボーンが皆さん違うんですね。で いわゆる弁護士って大体同じような家庭に生まれて同じような教育環境にあって同じような文化的環境の中で、まあ、ある意味、えー、なんて言うでしょうねあの 文化的環境に恵まれていい,いい高校入っていい大学入ってで家庭もそれなりに、まあえー、裕福じゃなくてもいいですけどもね中3階級以上でなんていうそういう同じようなバックボーンの人たちが非常に多い印象があるんですが司法書士って受験資格制限がない、ねでえー、学歴も関係ないで一発逆転できる数少ない資格ですからまあいろんな人がいるそこが面白いんです。 本当に、ね、もう、えーね、あの昔やんちゃや,やらかしてたような人だったり、ね、でやんちゃやらかしてるだけど彼女が妊娠したじゃあ結婚することになっただけど、ねまあ、中卒で、えー、額がない、ね、で今、水商売しかやったことない、ね、で一発逆転できる最高の資格を取りたいって言って本当にお金を札束に握りしめてレッグ来くる、ね、司法書士の死の字も知らずにでどういう資格がありますかあそれだったら司法書士からじゃあ取りますとか言ってもうその場で申し込んでいく、まあ、そういう人に限って1回で受かったりとかね。 構成メンバーが、まあ、色とりどりで、えー、だからこそ、えーまあ、話していても楽しくてで、まあ、今,今でこそね SNS なんかでつながって、えー、見ず知らずの司法書士と本当に私この間 梅田駅前本校でちょっと講義をしたついでにねツイッター司法書士会、まあ、ツイッターでつながってる、えー、梅田の司法書士に声かけて何人か集めてもう本当にあの顔も見たことない私の教え子じゃない人も含めてですで集まって飲み会したんですよであまあ本当に司法書士の,あの話ってみんな楽しくて、えー、ためになっていろんな話謎の梅田ルールとか、えー、京都ルールとかいろいろ教えてもらってですねあの東京と全然違うというようなことで驚いたり笑ったり、ね、もう大騒ぎして、えー まあこのご時世ですから大騒ぎしてって言ってもねあの食事以外はマスクつけてましたけどまああの吉村知事、ごめんなさいとか言いながら <laughs> 本当は5人以上で集まっちゃだめなんじゃないかと思いながらまあぎりぎり7人ぐらいかな7人ぐらいで飲んだのかなあの集まって飲ませてもらいましたけど、まあ、皆さんもそういう楽しい業界に早くね入ってき <laughs> ていただきたいなと思います。でであのの先ほどど使い方とい方うかかお話し,しなかったんですけどこの 本試験までのスケジュールについては、通信バージョンがあ4ページ、5ページ、通学バージョン、新宿エルター本校バージョンが2ページ、3ページ、内容としてはほぼ同じです。えただあの、通学の場合には教室受験をするのに対して、えー あの練習とか、ね、教室受験であるのに対して通信の場合には自宅受験であるからそういったところがちょっとえあの書き方変わってるぐらいなのでご自分どっちか、えー、当てはまる方をちょっと見ていただいて例えば今から3ヶ月後どういう自分が状態になってるのかどれぐらい忙しくなってその時追っかけてるのはどんな科目なのか、えー、何がその時の目標値なのかっていうことをまず皆さんにお見せしたいと思いまして作ったものなんです。 いちいち読み上げません。で、あの、ちょっと皆さんの,のところでね。えー、例えば、自分の仕事が忙しくなる。三末とかね、えー。総務にいらっしゃるような方だと、六月が忙しくなるとか、いろいろありますよね。お仕事の忙しくなる時期に、えー、その時に、あの。 課題として取り組んでいるものは何なのかというのをあらかじめ知っておくことによってあこの時期はちょっと残業続きで勉強どころじゃないなという月がもしあるとしたらですよその月にやるべきことというここに書いてあるものを若干前倒しするぐらいのつもりで本当だったら3月までにやればいいことをでも自分は3月は決算期で忙しいだったら2月末までに前倒しをしようとか、ね、そういうような形で利用できるかと思います。ももちろん通通学クラス通信の方いずれにも あの個人的にご相談に乗りますけれども、えー、もしですねあのご自分でそういう忙しくなる時期が分かっていらっしゃるのであればちょっと参考になさってみるとよろしいかなと思ってお渡ししました、ね、ちょっとこれ取っておいてくださいねあのなくしちゃったというとは後であの、まあまあ、通学クラスの方はもう一回お渡しすことできますけれども、えー、ぜひ、ね、取っておいていただきたいと思いますさあそれでは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 ,ではあのテキスト後半のところで内容に移っていきたいと思いますただし今回の 今日後半でやる内容はそんなね、大したことじゃないんですよ。もうあの一度聞いたことある人は、はああっていうね、なんか内職していただいてても構いませんし、寝ちゃっても構いませんので。まあ一番最初にやる法とは何かっていうので、そんなに講義って変えられないんですよね。まあ法とは何かっていう答えは一つであるはずだから、やっぱりその教え方ってどうしても毎年同じになってしまう。私これ目つぶっても講義できますよ。まあ多分これ五十回目ぐらいだと思う。この講義だけ。えー、全体構造もかつては一年に二回開講して。 まあかつては今もそうですけどで1回の開講につき全体構造だけ二サイクルやったりするんで多分五50回以上私もうこの講義やったことあるのでねもう目つぶっても講義できるんですけどまあ目はつぶりませんけど一応テキストの方の15ページをご覧になってみていただきたいと思います。さあでははページ、えー、法とは何か まず法の定義なんですがこんな定義を覚える必要ないですよ、ない,ないですよとか、あ覚える必要ないじゃないな、な出題はされないですよ、出題はされない、だけれども、私いやしくも法律家になろうとしているのに法,法の定義をズバッと一言で言えないというのは恥ずかしい、だからそういう意味では、まあ、あの覚えておく価値はあるかなと、えー、国家権力による強制力を伴った社会規範であると。 で今ここで国家権力とは何ぞやとかというのを語るつもりはありませんなので、えー、ここについてはさておき、えー、社会規範という言葉についてはコメントしていこうと思います社会規範というのはその社会のルールのことなんですね。で 私たち人間といいいいうのはいろんな社会に身を置いています例えば、えー、グローバルな意味ではこの世界あ、ね、この地球というのも一つの社会ですし日本国というのも一つの社会でまた学生さんだったら学校も一つの社会だし働いていらっしゃる方だったら自分の勤務先の会社、えー、そして、えー、例えば宗教を持っていらっしゃる方だったら宗教をし同じ宗教を信じる人の社会、ねえー、いろんな社会に身を置いている。でその、えー、社会には必ず ルールがあるそのルールのことを社会規範と呼ぶんだと思ってくださいその社会で守られるべきルールのことですでは、えー、法というのは日本社会というね、えー、一つの社会における社会規範なんですじゃあ法とその他の社会規範どう違うんでしょうかというのが次の図表の内容になってきます例えば日本国という同じ社会には道徳という社会規範もあります また同じ宗教を信じる人の例えば同じ宗教を信じる人のですね、あの一つの社会また先ほど言った会社員だったら会社も社会会社,の社会,会社の社会規範だと就業規則とか学校という社会の社会規範だと校則だとかこういったですね、社会規範と法がどこが違うのかというところ。でこれね、守って 守らなかった場合に課せられるペナルティ制裁ですね。そこにおいて違いが出てくると。でまず、道徳やあ、まあ、拘束や、えー、例えば、就業規則など、法以外の社会規範の場合、守らなかった場合に課せられる制裁というのは、事実上の制裁、矢印2つ目のところです、えー。事実上の制裁、これが課せられる。例えば、社会的評価が下落する。集団から追放される。例えば、えー 就業規則を守らなければ上司の評価が下がるえ、拘則を守らなければ内申点が下がる例えば宗教上を守らなきゃいけない社会規範を守らなかった場合に破門される集団から追放破門とかです、えー、この点については実は法も同じ法からも矢印伸びてますよねということは法を守らなかった場合にやはり白い目で見られる人のものを盗む、えー、または 借りた金を返さないそうすると社会から、えー、白い目で見られるという点においてはこの点両者区別はないんですでところが法を守らなかった場合には、えー、他の社会規範を守らなかった場合と異なるペナルティが課せられるそれが1個目国家の強制力の行使を受けてしまうという点なんです。 えー、例えば人のものを盗んでしまうそうすると警察に身柄を拘束され、えー、刑罰を課され場合によっては自由を奪われ、えー、刑務所に収監されてしまうまた例えば人の生命を奪う殺人罪などの、ね、法を犯してしまうと、えー、いや同じように逮捕され身柄拘束された上で最悪 国家権力によって生命すら死刑という形でね生命すらを奪うことさえ合法化されるこういったような形で国家の強制力を伴う制裁を受けてしまうこの点が他の社会規範を守らなかった場合との違いということになります道徳を守らなかったからといって白い目で見られても警察に逮捕されたりすることはないですよね拘束や就業規則を守らなかった場合も同じなわけですこの点法律と法とその他の社会規範が違ってくるということになっていきます さあ、えー、こちらのですね、あのー、この点、具体的な例をちょっと見ていきたいと思うんですが、16ページ見ていただいて、16ページに図表があります、ね、16ページの図表、強制力の一例、借りたお金を返さない場合にどうなってしまうのか、どう強制力を行使されるのかという問題です。でこちら、の矢印の意味するところは次回やりますけれども、債権者 X さんが債務者 Y さんに1000万円のお金を貸した、えー、X さんは貸主。 Y さんは借り主主となりますすこのえ貸主から借主に矢印が伸びているといるう状態でたお金は返さなければいけないというそのもの,のズバリの条文があるわけではないんですが、えーまあ、法律の内容と言っていいでしょう借りた金は返さなければならないというのは法律の要請する内容だと考えていただいてところが Y が借りた金を返さないでこの場合に Y は法を守っていない法を守っていないという状態になるわけなんです。 さあ、この時どう国家権力が強制力を行使してくるかと言いますと、まず X が丸2で裁判所に対して訴えを提起していきます。つまり Y を被告として金返せの裁判を起こしていくということです。X が原告、Y が被告となります。そして裁判所としましては、これを裁判の過程で審理していくことになる。で本当に X が Y にお金を貸し、本当に Y が返してないのかを審理していくことになるんですね。 でその結果裁判所が判決を言い渡す Y は X に1000万円を支払えという判決が言い渡されたとしますそうしますとこれだけで何かが変わるわけではありませんこのあとその判決が確定しますと確定というのは約2週間でもうひっくり返すことができなくなる状態を指すんです判決をひっくり返すことができない約2週間で判決が確定するといいます 確定していきますと今度、X さんがその確定した判決を使って競売の申し立てというものを裁判所にしていくことができますこの競売なんですが正確に言うと強制競売強制競売不動産強制競売というふうに呼んでいくんですいわゆる Y さんの財産を調査してで Y の財産から不動産が見つかった場合 えー、不動産をターゲットに、えー、裁判所に強制競売の申し立てというのを行っていくことになるんですねでそうしますと裁判所がこの、えー、不動産をあこの Y さんの土地が見つかってこの土地がひし形土地だと思ってください、えー、土地に対して強制競売の手続きを裁判所がかけてくれるということになります。 この強制競売私がまさに前職やっていた、えー、仕事の一つなんですけれども裁判所がね差し押さえ命令というのを発令してこの Y の土地を強制的に裁判所主導で売っ払っちゃうんですよ売っ払っちゃうでだ具体的には入札手続きによって一番高い値段をつけた人が落札するそれで落札した人がお金を裁判所に払うと Y、えー、がなこうがめこうが土地競売強制競売によって売却されてしまうということなんです。で強制競売で売で却した えー、あとですね、えー、そのお金を持って、えー、あの X さんに配当をされるということになるわけなんですもし1500万円でお金に変えられたとしましたら1500万円の、えー、価値で競売されたとするとね1500万のうち1000万円を X さんに配当し残り500万円は Y さんに返されるという形になっていくわけなんです。 これで要するに法が守られない状態というのをそのままにせずに国家権力特に今回は裁判所が介入して法を守らない状態を是正するべく強制的に Y の財産を売っ払って金に換えそこから X さんにお金を返してくれるとこれが国家権力力のの強制力の一例だとといいうことになっていきますさあ,あの皆さん強制競売と読んでいた方多かったんじゃないかと思います。 でこれ競売というふうに読めはし,しなくはないんですけど正式には競売と呼びます、だからこれを競売と読むか競売と読むかで,で法律の勉強経験があるかどうかばれちゃうんですね。よくあの 刑事ドラマとか法廷ドラマ最近はなくなりましたけど昔のものとかだとそのすごい白紙の演技やってる俳優さんで弁護士バッチつけて弁護士役してるようなねあの役者さんが共売とか言っちゃうとそれこそこっちは共駄目ですよもうなんでそこは共売って言ってくれなきゃねせっかく臨場感たっぷりで本物たっぷりのね演技やってるのになんでそこ共売というかなみたいなそういうねあとね遺言って言っちゃたりな遺言って言わないんで我々遺言って言うんですでそういうその一般的なあの方が、えー、発言 するのとまあ、いわゆる業界用語みたいなねその読み,読み方って実は違うものがありますから皆さんはね、まあ、これからぜひ、K y、ととんでいいいたただきたいなと思います。で、ちなみに <laughs> Y の財産を調査して不動産が見つからなかった場合には動産などをターゲットに、えー、競売していくということもできます。 でこれについてはねちょっとその先取りちょっとしてみましょうかあ,あの講義ノートのごめんなさい、無体冊子には入ってないので、ちょっと画面でもし無,体無料体験されていらっしゃる方はちょっと画面見ていただきたいんですがお申し込み済みで講義ノート持っていらっしゃる方は23ページをご覧くださいであの実は、強制執行という民事執行法というのが試験科目の中に入っているんですが民事執行というのは2つの手続きの総称なんです。 担保権実行と強制執行とで、えー、この強制執行の方について、今ご説明したいと思います、強制執行というのが、ね、一つの手続きのそ名,名称なんですが、この強制,強制執行の中で、最終的に債権者、まあ、お金を貸した人ね、お金を貸した人が求めているのは、お金の支払いの場合、強制執行の中でも、金銭執行と呼んでいきます。で金銭執行の中でも、何を競売してお金に換えるか。 つまり、ターゲットを何にするかににでもって不動産をターゲットにする不動産執行を、動産をターゲットにする動産執行を、債権をターゲットにする債権執行、まあ、債権については後でまた詳しくやりますから、今は分からなくていいですよで、今回はこのターゲットが不動産で、さらに不動産からどうやってお金の回収をするのか、売っ払って金に変えて、えー、そこから債権者がお金を回収するのが強制競売、それに対して人に貸して、えー、賃料などを てそこから回収するのが不動産強制管理っていうんですけど今回はこっちです強制競売不動産強制競売という、ね、方法によって債権者が裁判所の力を借りて売っ払ってお金に変えそこから未回収の債権を回収するとでこの不動産強制競売、えー、というのはだから広くは強制執行の手続きの一つと。 強制執行の中でもターゲットが不動産で不動産の中でも競売してお金に換えるその強制執行手続きのことを不動産強制競売というふうに呼ぶんだと。で、えー、不動産を持ってる人ばかりではありませんから持っていなければ動産をターゲットに、えー、差し押さえて強制的に売っ払ってお金に換える。 で私前職でそれこそだから法務部の支配人だった頃一度だけ「動産執行」ってやったことあるんですけどもう修羅場ですよ修羅場もうあのー、裁判所の執行官と呼ばれるねあの方と一緒にあの日時場所はもちろん裁判所に伝えないだから Y さんの自宅に突然乗り込んでくるんですよ。 で突然乗り込んでちょっとこれ余談ですけどね突然乗り込んで,でどうやってやるかというと鍵壊して中に入ってでもしいればね開けてもらえるんですけど強制力があるんでそのもしあの閉じこもって開けてくれなかったら鍵壊せるんだ鍵師さんも連れてくる鍵師さん連れてで執行官と立ち会人である私が債権者側の。 立ち会い人として一緒に立ち会わなきゃいけないんですけどで鍵師さん連れてでお願いだから留守でいてくれとかって思って、ね、<laughs> お願いだから留守でいてくれってだって鉢合わせするの決まずじゃないですかだから留守でいてくれって心の中で何百回も念じたんですけどピンポン押したら思いっきり出てきちゃって思いっきりあの人があのその債務者の方女性だったんですけど女性が、ね、在宅でしてでもう鍵師さんいらないからじゃあ鍵師さんはそこまでね日当だけお支払いしてお帰り頂い,いてあと私と執行官2人ですよともう一人債務者ね。で債務者の方ポカーン ってもうぼう然実質で立,たあの立ち尽くしている中で,ですよ執行官を黙々とその債務者のえ自宅の中をガサ入れするんですよガサ入れてあの要するに捜索して、ね、であ,あ,れあなたの家ですかっていうぐらい。 真っっぐににタンスに向かてて歩いていくんですねで,もうあので面白いんですけど上から開けるんじゃないんですよ2段目から開けるのそれも左側の2段目いまだに覚えてるんですよそ,その光景そこに本当に宝石箱があるんですよ。といあなたの家ですか?」みたいな「どうして、ね、人様のタンスのどこに何があるのか分かるんですか?」ってあとで帰り道に聞いたら「いやねさすがに1年間何百件も他人の人様の家でねあの動産執行してると何が大,体大事なものは何番,何番目の引き出しに入れるか分かってるんですよね」とか言って教えてくれたんですけど本当にもう、ね、この開けてね金目のものから。 現金貴金属有価証券え高いものからひたすらこう執行官が。 あのカバンの中にねジェラルミンケースのカバンの中に入れてでその際に見積もりしてはいこれはだいたいいくら相当えこれはいくら相当なんて言ってあのシチアさんが持っているのかルーペなんかであのダイヤなのかでプラチナなのか鑑定しながら例えばだから債権者が1000万円貸していたんだったら1000万円分見積もってえ1000万に満ちる分だけの動産をひたすら抑えていくんですよで小さいものはそのまま裁判所に持ち帰り大きなもの例えば家電製品とかソファーとかは差し押さえ封印表っていうね表を差し押さえの表を でそのまま債務者宅に残していくとでその間ね、まあ、大体1時間ぐらいなんですけどもで結局まあ1,000万なら1,000万に全額に満ちるほど動産を差し押さえられることはまずなくて大体そんなになっちゃってる債務者ってもうほとんど他からもお金借りたりなんかしてますから金目のものってほとんどなくてですねその時もまあ,あの小1時間ぐらいでもう抑えるものなくなっちゃってもう帰りましょうっていうことだったんですけど地獄だったのは。 私やることないんですよやることないからずっとそれこそぼ然ぜん自室で立ってる債務者の横でですね立ってなきゃいけないっていう、ね、その債務者自分の家こうやってね執行官がひたすらいろんなとこ開けていろんなもの持ってっちゃってる中でその私隣でどうしようって、ね、しょうがない名刺交換でもしようかなと思って、ね、名刺交換するのもちょっとなと思ったんですけどお名前はとかって言われてお名前はって言われたんでしょうがないの、ね、で名,名刺渡してですねで一応ごのご挨拶したりしたんですけどその後ね背筋も凍るいまだにねあのこれは。 もうあの運のクラス語り継がれてるあれですけどあのその後名刺交換した後にあのうに私の本名なん運のさんっていうんですね,ねあなたに私会ったことないかしらって言われたんです。 会ったことないんですよ会ったことないし初めて会った人にでおまけに今自分の家をね執行官が荒らしまくってるんですよ執行官が荒らしまくって悪の手先みたいな感じじゃないですか私がその,その立ち会いの債権者側の代理人である私に会ったことないかしらってうわなんかされんのかよね。この後お礼参りでもされるんじゃないかなと思ってもう背筋が凍るあの,あの時の怖さっていうねでも何もされませんでしたけどされませんでしたけど結局 <laughs> 抑えるだけ抑えて。 それであの執行官の方と一緒にねこう1時間でまあその場を後にしてでまあそういう動産執行というのを行うのもこれ強制執行の一つなんですね、さっき言ったターゲットが動産の場合、ね、これ動産執行だから、動産執行本当修羅そうで,すでそれ押さえ,えますでしょう金目のもの全部一旦裁判所持って帰るんですそうすると、今度その後どうやるかというと不動産強制競売の場合には入札によって一番高い値段をつけた人が落札するんですけれども、え。ー 動産競売の場合には、なんと日時を決めて、で、えー、裁判所の出入りの道具屋さんっていうのをいてね、道具屋さんってリサイクルショップとかここ古物商の人たちなんですけど、その古物商の人たちに3人に、えー、裁判所が声をかけるんです。何月何日どこどこで不動、えー、産、えー、競売やるから。 きませんかってで声をかけるとで参加する道具屋さん我々の業界用語道具屋道具,道具ね小道具屋さんとフ,ルフル道具って書く道具屋さん23人がに声をかけてでその日時になんと債務者 y の自宅に集合するんですそれもみんな2トントラックとかね横付けしてでそれで道具屋さん3人と執行官とまた立ち会いの私とで執行官が一度裁判所に持ち寄ったその宝石をもう一回債務所宅にあの 持ち込んでブルーシートを、ね、敷いてその上に押さえた動産だから、あのー、現金はいいんですけど宝石とかね有価証券とかそういうのを全部並べるんですきれいに。でその場に封印票を貼ってお残しておいたソファーなんかも全部ブルーシートの上に乗せて一個一個その場でオークションやっていくんですよそれも債務者の前でね。 はいいくら?」いくらって言って本当3回呼んで,で道具屋さんが「はい何万円」とか、ね、手を挙げて「はい何万円、はい、もっと高い人いませんか?」みたいなハンマーこそ出て,出てきませんでしたけどそれで3回呼び上げてあそれ以上高い値段をつける人がいないと「はい落札」って言ってちょっと落札しますよねそうすると小道具屋さんがその場で現金払います現金払ってその場でブルーシートから横付けした2トントラックに,に荷物持ち出すんですだから物々しいですよ家,家からですね2トントラックが大体3台ぐらい横付けされてる状態でどん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 ソファーとかででで家電製品とか そういうものがねどん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 持ち出されるんですよあれ引っ越しでもすんのかなって周囲は騒然ですし債務者反響乱になっちゃう、ね、こともあって前芸能人の,あの方が動産執行されてやっぱり自宅で競売されたのに反響乱になってシルクのネグリジェで道,な道路に飛び出して,きてなんかあの <laughs> 弁護士を呼べって大騒ぎしたなんていうニュースが昔ありましたけどちょうど私がその実務やってる頃だったんですけど。 えー、まあその気持ちわかりますよ、だって自分の家からね大事な自分の動産がどん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 ん持ち出されて、目の前でオークションされて、ですよ <laughs> それで、ね、現金払われて、なんかあの人相の悪い、まあ、言い方悪いんですけど、人相悪いよ、ね、おじさんたちがあの2トントラックにどんどん持って行ってっちゃうなんていう、そういう現場を一度だけ経験したことがあるんですが、まあ、ただね、今はあんまりよもやらないみたいで、すね動産執行は昔はすごいやってたんですけど、今はちょっとプライバシーの問題で、動産執行、あまりやらないという話は聞いたことがあります、まあ、まあでも、そういう強制執行を行うというのがね、ねこの強制力の一例だと思って てくださ,いさあじゃあ,あの16ページのところ2番のところちょっと読んでいきますね法の強制と自力救済の禁止で法の実効性が国家の強制力によって確保されるということはあチェックはいいですよ、えー、法に定められた内容を最終的に実現するには必ず国家の強制力によらなければならないということを意味します例えば犯罪の被害者やその遺族が犯人に対して復讐をしたり借金を返さない債務者の家に貸主が押しかけて力づくで金を取り立てたりすることは許されません。でこのののようにに人が国家の力を借りずに自分の権利を を実現すること自分の力で自分を救済するということですで近代国家は社会秩序を維持するために一方において強制力を個人から取り上げて自力救済を禁止するとともに他方において国家が独占した強制力を後ろ盾とする法を整備していますつまり法律の救済と自力救済の禁止は表裏一体表裏一体の関係にあるのです。 つまり法が守らなければ国家が強制力を行使してそれを、ね、実現してあげるからこそ国家に任せろということなんです、自分でやんなさんだ、ね、自分で自分の状況を改善しようとね頑張りなさんだとそれ国家に任せてくれと法を守らなかった場合には国家が強制力を行使して守られる状態を実現してあげると、ね、とだからこそ自分でやんなさんだということになっているということです。さあ 読まなかったところはです、ねまあ、皆さんの方で一読していただいてもいいんですけど本当に読まなくても構いません。で今読んだところ特にチェック等をしなくて全体構造に関しては結構ですので自分でチェックしたいなというところがありましたらどうぞご自由にチェックしてみてください。さあでは17ページは、ね、特にあの 今あ、ご覧にならなくて結構ですので先に18ページそれでは今回ここから法の分類法の基礎知識について説明をしていきたいと思いますでですね法と法律の違いをしっかりとお話ししていなかったのでまああの説明させていただくのであれば法と法律の違い、ね で実は法というのは正確に言うと法令というんですで法令の方が大きくて広くてその中に法律があるというイメージで、えー、よろしいかと思います。で、えー、法律の定義というのはあのー、国会の参議院衆議院の両院の可決によって制定された法のことですね法律です。 じゃあ法律じゃない法って何っていうと例えば内閣府令内閣総理大臣が出す内閣府令だとか省令これは各省の大臣、えー、各省の大臣が出す省令政令,政令もそうですねであとは、まあ、条例各地方公共団体が制定する法である条例、まあ、条例については争いもありますけれどもこれは国会の両院の議決を経て 成立した法律とはやっぱ区別されるというこれでここ講義の中では別に行政法の講義じゃないので憲法の講義でもないですからその法律と法をあんまり区別して説明しませんのであの一応、ね、このような区別を念頭に置いておくぐらいで結構です。で今からやる法の基礎知識でいうとこの法というのはこっち法律の方のことだと思ってください。えー、18ページでやる法 の基礎知識の法というのはこの法律のことを指しているというふうにちょっと置き換えていただいてじゃあ法律をいろんな角度から分類してみましょうというのがここでのテーマとなっていきますさあそれでは分類方法いろいろあるんですけどまず一つが広報と司法というですね分類方法となりますここはチェックしておきましょうかここはチェックしておきましょうかまず広報というのは国家の内部の役割分担及び国家と国民との事項を定めたもの登場人物が国家と 国民、国家と市民の統治されるもの国民、統治するもの国家との関係を定めた法律のことということです。代表例は憲法、そして刑法、いわゆる犯罪を犯す国民と、まあ、市民とそれを裁く刑罰を科す国家との関係の刑法が代表例となります。登場人物は国国家と国民 でそれに対して司法というのがこれもチェックしていきましょう市民と市民との間の事項を定めたもの登場人物は一般人と一般人市民と市民民法商法会社法などが該当することになりますさあそれでは登場人物が国家と一般人である広報と一般人と一般人である司法の分類で、えー、これに対して司法書士試験科目のその他科目はどっちに分類されるかというと例えば不動産登記法商業登記法などの登記法は広報になります 登記申請をする一般人と登記を実行する、えー、国家特に法務省法務局法務省法務局が登記を実行する国家との間の関係を規律する法ですから、えー、登記法は広報にあたる、えー、そしてあとはそうですね えーまあ後の科目については別にど無理に分類しなくてもいいですけど、まあ登記法は広報にあたるよということは知っておいてください。さあそれではじゃあ続いて実体法と手続き法で実態法については、えー、どのようなというところからチェックしておきましょうどのような条件が備わるとどのような権利変動が生ずるかについて定めた法のことだということととだいうですで、えー、どういう条件が定まるとどういう権利変動が生ずるのか。えー というのを定めた法律ということなんですがこれね手続き法の方が分かりやすいと思います手続き法については権利義務の具体的な実現手続きを定めた法これをチェックしていただいて例えばね一番分かりやすいのはその。 何何をやららかかしたた罪に当たるのか例えば刑法で例えば人のものを盗んだら窃盗罪人を殺害したら殺人罪などどのようなことをやらかすと何罪に当たってしまうのかというのが刑法の定めでありじゃあその犯罪を犯した被告人に対してどのように刑罰を科していくのか例えば刑事裁判を開きそして有罪判決になり有罪から実際の刑の執行までその刑事を 判決刑事裁判の手続きから判決言い渡しそして実際の刑の執行までについて定めた刑事訴訟法、えー、こちらが手続法にあたるといった具合に何をやらかしたら何罪かというのを定めたのが刑法これ実態法ですそれに対して、えー、犯罪を犯した被告人に対してどのように刑罰を科していくのか具体的な手続きを定めたのが刑事訴訟法手続法この2つで理解していただくといいのかなと思います。さあそれでは 続いてえ3番のところで一般法と特別法これも、ね、特別法の方からチェックしておきましょう特定,の対象があ特,特定の対象が特定の人や事物などに、えー、限定されている法うん、まあ、特定の人特定の地域特定の事項などに限定的に適用される法といった方がいいかもしれない特定の人例えば人は人でも商売やっている商人に適用される商法だとか 例えばね日本国は日本国でも国立公園の敷地内だけに適用される国立公園動植物保護法とかねメモできなくていいですよメモできなくていい聞いて意味わかればいいですあとは、えー、犯罪は犯罪でも軽犯罪にだけ適用される軽犯罪法だとかそれ特定の人特定の地域特定の事項などに適用される法律のことを特別法と呼んでいきます。で、えー 司法書士法なんても特別法ですね人は人でも司法書士の資格を持つ者のみに適用される法律だからですさあそれでは一般法一般法というのはえこういった特定の人特定の地域特定の事項など、えー、限定しないで広く一般的に人なら誰でも広く一般的に日本国ならどこでもそして犯罪なら何でも適用されるというのが一般法ということになりますそうするとねあの先ほどの話と被るじゃないかね だって特別法は国立公園だけに適用されるでも国立公園だって日本国だそうすると日本国だから、えー、一定の地域に限定しない一般法もダブルで適用される犯罪は犯罪でも軽犯罪にだけ適用される軽犯罪法でも犯罪すべてに適用される刑法だって適用されるということであの特別法で規定されているところは同時に一般法でもかぶってくることになるわけなんですじゃあ 特別法と一般法結論が違かったらどうするのっていうことになっちゃうんですね。で、えー、これ結論が違うことがあるんです。結論が違うね、えー、あの民法と、えー、その民法の特別法である借地借家法とかいう法律があるんですが、そこ実は結論が異なります。あ、全部じゃないですよね。結論が異なる部分があります。 そして、えー、民法と、えー、それからですねその民法の特別法にあたる工場抵当法という法律があるんですがそこも実は、えー、結論が同じ場面なのに異なるちょっと具体ではまだ内容に、うん、立ち入っちゃいますから言いませんけれどもあの同じ場面のことを規定しているくせに、えー、結論が異なる。例えば民法では、えー あの50年がマックスだよ例えば、えー、他人の土地を借りて、えー、行く賃貸借契約民法では50年がマックスって言ってて言んですよところが借地借家法だと他人の土地を借りて、えーまあ、家を建てるために他人の土地を借りた場合上限はエンドレスなんですね永久でもいい。 なんで社区地釈迦法だと永久いや、100年だろう、200年だろうが、ね、永久でもいい、なんで結論違うの、どうするの、どっち取るのっていうことがやっぱ起こりうるで、そこで下にちょっと書いておいていただきたいんですけれども、18ページの下ね、これはあのぜひこのルールっていうのを覚えておいていただきたいんですが、このように特別法と一般法で同じ事項なのに結論が異なる場合、えこの場合のルールは、特別法は一般法に優先する、えー、というルール。 を覚えておいて欲しいしんです一般法に特別法は一般法に優先するとつまり特別法の方が適用されますよということなんです特別法の方を、えー、適用して一般法は適用しないということになっただからさっきの話だとマックス50年と民法は定めてる民法は一般法ですそれに対して借地借家法はエンドレス永久でもいいね。 と百釈地釈迦法の方が特別法ですから、これはエンドレスつまり永久でも良いという方が適用されるということになるんですね。なんででしょうか。なんででしょうか。でこのようになんででしょうかって私が説明したところはなんででしょうかっていうのがわからないと受からないということです。でもちろんねあの全体構造ではセ,セルフレクチャーがないのでその書き留められなくて構いません。えですがあの。 基礎編以降になりましたら私はこうやって「何ででしょうか?」って言って理由まで説明したところは「理由まで答えよ」っていうセルフレクチャーになってますからセルフレクチャーの聞き方が「理由まで答えなさい」「制度背景まで答えなさい」とかっていう聞き方になってるところはそこまで試験で求められるだからあの、まあ、全体構造ではちょっとセルフレクチャーがないのでメもできなくていいですよ。でできなくていい,い,いんですけれどもあのー これから基礎編本論編と入っていくにあたって、えー、一生懸命私が講義中に説明した理由を書き留めなくていいですからねセルフレクチャーに書いてありますからあの理由まで答えられなければ受からないところはセルフレクチャーに理由がちゃんと書いてありますので講義中は聞くことに徹していただきたいと思います、まあまあ、まあまあちょっと脱線しちゃいましたがでなんで一般法よりも特別法が優先するかというとこれは特定の人特定の地域特定の事項に限定する必要があるから 特別法を作ったんですよで、ね、限定しなくていいんだったら一般法だけでいいじゃないですかでも特定の人は普通の人よりも、えー、特別な計らいをしたい特定の地域は日本国どこでもと同じ扱いではなくて国立公園なら国立公園という特,特定の地域については特別な扱いをしたいその必要性があるから特別を作ったんですだったら特別法に該当する箇所に関してはそっち使わないとどうすんのって。 何のために立法したのってことになっちゃうんです。ですから特別法が優先するということはね、ちゃんと意味があると。さあそれでは十八ページこの三つの分類ぐらいを覚えておきましょう。 では続いて19ページ、今度は条文の読み方、もうこれもちょっともうあの、えー、本当に基礎の基礎なんですけど、まず条文というのは、何条、えー、何条、1条、2条、3条という部分と、それからね、10条の2とか10条の3とか、10条と11条の間に、10条の2、10条の3、10条の4、10条の5とかって、なんとかの5とかっていうのがね挿入されてくることがあります。でえー、代表的なのがあ 民法398条の2から398条の22までね398条と399条の間にの2っていうのが、えー、の2からの22までね挿入されてる、ね、ちょっと6本見てみましょうかでそれは何,何でかというとこれ改正によって新たに差し込まれた条文なんですでちょっとパッと森山さんの6本しか持ってないんであれなんですけどちょっと。 あのアップにしますとここ398条の11とかねでその次は398条の12398条の22まであるんですよ。でこれはあの、えー 後からの改正によって398と399の間に21個の条文を突っ込んだんですねでで、えー、条文番号の後に影響させないように改正によって後から差し込まれた条文はなんとかの2からの3の4というふうにつながっていくことになりますさあそして条の中にこう、えー、がある場合 そしてが、えー、がある場合といいうのがございますでこちらについては19ページのー例で見ていきましょう、刑法19条の丸一丸一というのは、1行を意味しますで、次に掲げる物は没収することができる、没収というのは警察が取り上げちゃうということです。こ、えー、この、ねあのー、1行目のことを 19条1項柱書きと呼んでいきます19条1項柱書きと呼んでいくことになるんですがでその後の漢数字1これが1号なんです。犯罪行為を蘇生した物、まあ、ちょっと刑法上の講義じゃないので簡単にやりますと、えー、犯罪行為を蘇生した物っていうのは賄賂,賄賂罪における賄賂で渡した、えー、ものとかね あと賭博罪でかけた賭け金とかそういったものは,あは犯罪を犯したものの手元に残しておくわけにいかないから没収するよということです、没収できるよ、で2というのが2号犯罪行為のように教師または教師うとした物、えー、19条1項2号って言います、でこれは例えばあの文書偽造に使った、えー、偽造した印鑑などが該当します。メモしなくていいいですよ、えー、文書偽造の際に用いられた 偽造された印鑑とかが、えー、そのまま犯人の手元に置いとくと、また悪さするかもしれないから没収できるよってことです。33号です。犯罪行為によって生じもしくはこれによって得た物。物または犯罪行為の報酬として得た物。物19条1項3号まあ、これはだから、あの殺人のおえー、を頼まれてもらった報酬とかね。それは没収できるよってことです。4。 前号に掲げる物物の対価として得た物前号だから3号だから報酬もらった報酬で買ったカメラとかね買ったパソコンとかそういったものが19条1項4号になりますでこのように今回この19条1項の中に1号2号3号4号ここまでが、えー、こ,ここまでねここまでが1項なんですよ1項。 えー、ここまでが1項で1項の中に1号2号3号4号というのが存在するとただし必ず項の中に号があるわけではありません2項を見てみてください没収は犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができるただし犯人以外のものに属する物であっても犯罪の後にそのものが、えー、情を知って取得したものであるときはこれを没収することができるここが2項です2項。 で2項にはこの先、合がないんですよだから必ず項の中に合があるわけではない、まあ、ちなみに2項も見てみましょうか没収は犯人以外のものに属する物に限り犯人以外のものに属しない物に限りこういうのが、ね、条文嫌なとこなんですよ嫌なとこっていうかいやらしいとこで犯人以外のものに属しない物に限りって結局どういうこと犯人以外のものに属しない以外と属しないで二重否定じゃないですか。 二重否定は肯定の意味なんで犯人のものに限りってことですよ犯人の所有する物に限り、えー、没収できるよと犯人自身が持っているものじゃないと犯人自身の持ち物じゃないと没収できないよただし犯人以外のものが持っているものであっても犯罪の後にそのものが情を知ってだからそれが犯罪を構成した物であるということを知って取得したものである時はこれを没収することができる、まあ、19条2項ということになっていくわけですさあそれではえー 項の中に号がある場合と、えー、別に項の中に号がない場合。で、項がなくて、いきなり号だけの場合もあります。十九条一項、項がなくて、えー、いきなり号だけの場合もある。さあ、それでは、まあ、それを、おいおい、皆さんと一緒に見ていくことにしたいと思います。じゃ、次に、本文と正し書き。えー、括弧一、刑法、え、十九条二項の中で、但し、犯人以外のものにっていう。この但しで始まる文脈。 このしし以下をし書ききと読んでいきますでその前の部分を本文と読んでいきますだから19条2項本文を読みなさいって言ったら「しの前までを読む没収は犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができる19条2項だし書きを読みなさいって言ったら2項の「だし」よりも後を読むでこの「だし書き」というのは本文に対する例外にあたるということになりますさあでは次。 同じくある条文が2つの部分に分かれているんだけれども、えー、後半の部分の冒頭に「ただし」がない場合単純に2つの文章から構成されていて後半の文章の前に「ただし」がつかない場合その場合が3、えー、その前のの前前文文章を前段、えー、後の文章をを段段後後と呼んでいきます,で、えーそうですね、憲法21条2項なんて出てきて、まあ、検閲はこれをしてはならない通信の秘密はこれを犯してはならない。 でこれ別に通信の前にただしってて書いてないなですよねでこのような並列の状態この時前の半分を前段後の半分を後段と呼んでいきますだから何とかの後段を読みなさいって言われたらパッとそこに、ね、行くようにしてみてください。さあそれではじゃあこの条文なんですがこれからねあの条文を略字記号で書いていくっていうことがすごく多く講義で出てくる。で例えば19条を,、えー1項を 1> 1号だったら19条1個1号だったらどうなるかというと19条19は19のアラビア数字1個はローマ数字1号は丸付き数字で表します。ここねあのローマ数字丸付き数字字丸なんですよところが多くの六法では項の部分をこのテキストの例のように項の部分を丸付き数字五の部分を漢数字で表してるんですね。 揃えてくれよって感じなんですけど、ちょっとねこれはもう私が決めたことじゃなくて、どこの法学部の学者さんであっても皆さんこう書いてると思います。あの「コ」が、えー、ローマ数字、「ゴ」が丸付き数字で表しますので、ちょっとねそこそのルールはぜひ知っておいていただきたいと思います。で例えばまあ憲法二十一条を二項の前段だったら二十一条二項の例えば前段だったら。 えー、だったら二十一条二項の前段というふうな具合で、ねえー、書きますので、えー、それちょっと皆さんもルールとしては知っておいてほしいなと思います。さあそれではじゃ二十ページもいきましょう。これはちょっとあんま面白くないんですけど、淡々と行きますね。語句の使い方。 語句の使い方これ条文の語句の使い方で、まあ、何気にこういう語句の使い方しっかり読み取っていかないとこれは自分の身についていかないと問題文を読むときにどことどこが就職かかっているのかっていうのが分からなくなっちゃいますから、まあ、ルールはよおいよおいお身につけていけばいいんですがまずは最初にご紹介しますままずまたはともしくはの違いですねどちらもオアの意味ですとでどちらもオアの意味なので、えー、一般的にどっちかを使うといったらまたはの方を使います。 でところが、そのまたはともしくはが、えー、あの同じ条文の中に両方とも出てくるときがあるんです。でこのときに両方とも出てくるとき小さく分けられるところにはもしくは持ち大きく分けられるところにはまたは持ちるこれで分かる人いるのかなと思うんですよく分かるなと思うんですが、まあ、死刑または無期もしくは5年以上の有期懲役なんていうふうな形の例が載ってますが、えー、ペット、まあ、もっと分かりやすく言うと 人として、ね、あの人気があるのは熱帯魚またはは犬もしくは猫と,か、ねまあ、熱帯魚と犬と猫はやっぱ大きく、ね、違うじゃないですか熱帯魚または犬もしくは猫、ねえー、というような形の使い方が一番分かりやすいかなと私は思ってるんですが、まあ、あの大きく、まあ、違ってくるところで「または」を使い。えー ちょっと共通点がまあ共通点がかにあって小さく分けられるところではもしくは用いる同じ文章の中に「また」と「もしくは」が両方出てきた時の使い方ですでもし一つだけだったら「また」はでいいとで次に「およびに」と「並びに」いずれも「&」の意味ですとでもし一つだけだったら「および」を使用するということになりますでもやっぱり一つの条文の中に両方出てきちゃうことがあるで、えー、まあ 会社法355条なんて例が出てきていて取締役は法令及び定款並びに株主総会決議を遵守しなんて書いてあるんですけど。 なんでこの難しい文章を持ってきたのかなと。で、三つ以上のアンドの場合には段階があるときには接続の小さい方におよびを用い、接続の大きい方に並びを用います。<laughs> これ、これ私いつもこれ読んでて思うんでこれでおそうなのかとかいう人天才なんじゃないかなと思うんですが、これまあ一番わかりやすいのはうん遠足の持ち物ね、えー。遠足のお持ち物ね。お弁当およびノートを もし並びにペンかノートなかびにペンとか、ね、スケッチブック並びにクレヨンとか、ね、お弁当およびスケッチブック並びにクレヨンを忘れずにとかってそういうようなこう大きく異なるところでもっておよびを使い小さく異なるところで異なるというかまあ接続するところで並びにを使うとそういうような形で覚えておいてください。さあ、えー、次に場合と時とと時時時間の字と書く時 で場合と時はともに状況や事情などを示しますで、えー、状況が二重になる場合には大きい方に場合を小さい時に時を用いますこれ,もこれもちょっと分かりにくいんですけどでまた、うん、使ってる条文が堅苦しいですね予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合に法律の定めるところにより両院協議会を開いても意見が一致しない時は衆院の議決を国会の議決をするっていうんですけどこんな堅苦しいんじゃなくてうん彼女が。 えー、機嫌の悪い場合にはおい、えー、しいものを食べさせてあげると、えーね、機嫌がよくなるおい、えー、しいものを食べさせてあげた時は機嫌がよくなるけどそうでない時は治らないとかねいうう彼女の機嫌が悪い場合には、えー、欲しいものを買ってあげた時は機嫌がよくなるがそうでない時は、ね、機嫌が治らないとかそういうような例の方が分かりやすいんじゃないかなってね場合の方がいわゆる。 その大きい状況で、えー、小さい場合小さい時の方が、えー、状況が小さい <laughs> そういう場面ですよとこれが場合と時の使い分けです。で、えー、時と時間の字と書く時これはもう厳密に分けてください、えー、時間の字と書く時は瞬間点瞬時っていうのを示すんです。生生ままれれたたた時っって言ら瞬間 でえー、おあの死んだ時って言ったら死,死,死,死亡した時というところでここを時間の字と書いておきながら状況の場合という意味で使うとこれすごい減点になっちゃいます。記述式のところでですねこの「時」の漢字をひらがなで書くべきところを時間の字と書いちゃうまたその反対減点になりますからご注意ください。さあそしてて続い以以以前以後以内 これはも、ういわゆる私たちが一般的に算数で使うのと同じです、えー。今日以前って言ったら今日も入る。明日以後だったら明日も入る。で今日より前だと今日は入らない。明日より後だと明日は入らない、ね。という形になります。さあ、それでは、以上以下、超える未満。これも算数的な使い方と同じです。10以上は10を含める。10を超えるは11から。えー、10未満だと9まで。 とととといいうう以下だと10も入るということですさあでは次に推定するとみなす、まあ、これはまたあとで出てくるんですけれどもうんとね推定というのはとりあえずそう考えることなんです簡単に言うとねとりあえずそう考えておくで反対の証拠が上がればひっくり返せる反対の証拠が上がればひっくり返されるひっくり返せるで推定を排除する異なる証拠を挙げて 推定を排除することができます、ね。まあ、あの、まあ、そうですね。 うんちょっとこれまた後でやるんですけど例えば同じ飛行機に乗り合わせたお父さんと息子さんが飛行機残念ながら墜落して2人とも亡くなってしまったでこういった場合どっちが先に死んだのかっての分かんないじゃないですか亡くなってしまった場合、ねまあ、飛行機事故ちょっと例があんまりよろしくないように思うんですけどでそういった時にはこの2人のお父さんと息子は同時に死亡したものと推定するとかたもんですねとりあえず同時に死んだものとしていこうと。 でももしお父さんの方が先に亡くなったという証拠が上がったのであれば例えば、ね、お父さんがなんかこう最後もう虫の息で、えー、遺書を残していたとかそういう、ね、で息子の方が先に死んだことが文面上わかるというような。 えー、息子のほししうか息子の方が先に死んだことが分かる遺書を残してお父さん次に亡くなったそうであるならばこれは息子のほうが先に死んだという反対の証拠が上がれば同時に死んだものと取り扱いは排除できるというように反対の証拠が上がると覆せるというのが推定するということなんですまた詳しくやりますよ、えー、今日はあの特にチェックとかもし,してもらってませんから耳に残ればいいぐらいの感じで話してます。で次みなす これは、ね、犠牲すするとも言います犠牲あの難しい字で書くと「みなす」っていうのは「え犠牲」とも言うんですよ犠牲犠牲する。犠牲するなんて言うんですけど「犠牲、ね」「犠牲」というんですが「み、えー、なす」のイコールね「みなす」でこの「みなす」っていうのはあの反対の証拠を挙げても覆せない。 反証は許されませんみたいなもうそう取り扱う以上おしまい反対の証拠かたとえ上がったとしてももう取り扱い変えません、えー、あの例えば未成年者が結婚すると成人になったものとみなされるんですね。 未成年者が結婚すると成人になったものとみなすいやいや、この未成年者はまだ精神能力ちょっとまだ幼いからこの未成年者に限ってはそう取り扱うのやめようよということを許しませんもう一律、成人に達したものとみなしていく。 こういうい制度が実は民法にあるんですねまた後でやりますけど「成年犠牲」とかって言うんですけどあの未成年者でも結婚すればでも成人に出したものとみなす反対の取り扱いは一切許されないというのが「犠牲」「みなす」という意味となっていきますさあそれではじゃあ続いて、えー、当事者と第三者、えー、当事者というのはもう皆さんイメージするところの直接関与する人売買契約の当事者だったら売り主と買い主、えー、借金の当事者だったら借り主と貸主 それ以外の人物のことを第三者と呼んでいきます一人称二人称三人称の三第三者の同じですまあいいですねこれはねじゃ次善意悪意これはこれさすがにあの原則としてい,いかチェックしておいてほしいんですが法律用語でいう善意悪意とは良い人悪い人といった道徳的な意味と異なり原則としてからチェックしていきましょうある事情を知っていることを悪意知らないことを善意と言いますとね だから、えー、例えば彼の死亡について善意であると言ったら死んだことについて知らないということですねで彼の死んだことについて悪意であると言ったら死んだことを知っているということです悪いといいという意味ではありませんのでご注意くださいこういう法律用語って面白いですよね日本普通の日本語とちょっと違うところという特徴があるところですさあでは22ページ続いて、えー、条文の性格というところなんですけれども条文の性格これはですね えー、強行法規と任意法規でこちらですね、えー、強行法規というのは条文と異なる特別な約束が許されない条文と異なる特別な約束を許さない、えー、無効というのは最初から無っていうことだから効力を生じないってことです無効っていうのは効力が生じないっていう意味なんです最初から効力が生じない例えば条文には「ええ」って書いてあるけど。 私たちの間では、ビーってしましょうね。そういう条文と異なる特別な約束。これ特約って言います。どう、条文と異なる特別な約束が効力を持たない。無効。で、あの、実は。 全然メモしてないじゃないですかこれあのもう一度基礎編のところでちゃんとやりますから今日は本当耳に残ればいいぐらいでいいですよあのメモとかしなくていいですからねあの耳に残ればいいぐらいの感じで私実は毎年ここ話してないんですけどちょっと今勢いで、ね、話しちゃってるんですがどうして話さないかというと基礎,編でやるからで基礎編でちゃんと定義も書きますしね今日はちょっとその顔見せ程度に向こうっていうのは最初から効力を生じない。 で、強行法規っていうのは条文と異なる特別な約束をしても無効となってしまう。そういう法規、法規って条文のことですね。法規、条文、そういう条文を強行法規とか強行規定とか言ったりします。私たちの間では B にしましょう。でも B は無効だよ。B は効力を生じないよ。絶対条文通りに取り扱わないとダメだよっていうことです。それに対して任意規定とか任意法規って言われるのは、条文では A って書いてあるけど、私たちの間では B にしましょう。で、B が通るってことです。 B, B になる B にすることができる条文と異なる約束が許される、えー、条文と異なる約束ができる、えー、それが任意放棄とか任意意規定ととか定呼んでいきますさあそれではじゃあ、えー、続いて、えー、条文の解釈方法さあこれ最後にやっておしまいにしたいと思いますあと10分でいくかな、えー、それではねあの我々司法書士って実は法律を解釈して飯食ってんだ。 法律家はみんなそうです、えー、法律を解釈して飯食ってるじゃあ法律の解釈って何すかっていう話をちょっと簡単にしていきたいと思います、えー、今日の講義ノートの3ページをご覧になっていてください法律の解釈って結局何なのっていう話です さあまず、ですねこれはあの皆さんたちはあ裁判官になるわけではありませんがちょっと裁判官の方が一番わかりやすいので裁判官になったつもりになってちょっと聞いていてほしですね例えば皆さん方があの裁判官席に座っている裁判官であるとそこへその原告が、ね、トラブル抱えてですよちょっとこれ、ね、さばいてくださいという形で、えー、訴えを提起してきた、ね。 えー、例えば被告の B さんが金返してくれないんですよとか被告の B さんが家立ち退いてくれないんですよとか被告の B さんが車を渡してくれないんですよとか、ねえー、そういうう問題点を抱えた原告が法廷にやってくるわけですでそうしたらまず裁判官である皆さん方は何をするかその紛争に耳を傾けて何が諸悪の根源なのか問題点なのかというのをまず読み取っていくそこをまずやっていかなければいけません。で次にやること 紛争を耳にちゃんあだから当事者の言い分を聞いて紛争問題点を把握しましたら次にやること条文を探し出し形式的にに目の前の前トラブルっていったって、ね、民法のトラブルなのか会社法のトラブルなのか、えー、はたまた民事,、まあ、民事訴訟法のトラブルってあんまないか民法のトラブルなのかさっきやった借地借家法とかいうトラブルなのか、ね、まず法律を探し出してくるで法律を探し出してくるのみならず条文も探し出してくる。 でこの紛争にぴったり当てはまる条文があるのであればそれを適用するもしぴったり当てはまる条文がないのであればそれに当てはめられそうな条文を探し出してくるでもしぴったり当てはまる条文が見つかったとしますでそれをじゃあ目の前の紛争に当てはめてまず形式的な結論を出していくんです。ところがね ぴったたり当当ててははまるる条文が見つつけ出せのののにににに形式的に目の前のトラブルに当てはめるとと原告が勝つという、ね、結論に例えば、なったとするところが、裁判官である皆さん方がそれでよしと思ったんだったらいいんですよ、そのまま判決通り、ね、条文通りの判決言い渡せばいい原告の勝ちですと。ところが条文では原告の勝ちと示しているんだけどどうも、えー、自分的には不適切だ、被告を勝たせたいという価値判断が出てきてしまった場合どうするんだろうかということなんです。 でこれはですねあのあの形式的に適用するべき条文が見つけ出せてで適用したら負に落ちないという場合のみならずねのみならずそのそもそも形式的に適用するべき条文が見つからなくて見つからなくてそれに近い条文を見つけてきて適用した場合にやはり負に落ちないねという場合も含まれますつまりそれでは不適切であるという価値判断を皆さんがしたような場合さあこの時ここで出てくるのが 法律の解釈なんですで実はですね、えー、裁判というのはまず価値判断ありきなんだ価値判断をした瞬間にもう結論は出ているんだあとはその自らがした価値判断に沿うように既存の法律を再構成し原告被告を説得できる程度にこう、ね、法律を解釈によって修正していくんだそれが法律の解釈なんだというようなことがよく言われます。 その発想皆さんにとっても,もしかしたら逆転の発想かもしれない法律というのは法律を当てはめてパタパタパタっと結論が出る場合ももちろんありますよありますけれども多くが実は、えー、価値判断によって、えー、後から法律をこねくり回して、ね、要するにあの再構成して、えー、自分が出した価値判断通りに法律を使って、えー、説得できるかということをです、ね、実は裁判官というのは裁判の中で行っているんだと。 だから例えば条文では原告の勝ちとなったけれどもどうも被告を勝たせたいそうするべきだ,それ,が正義だとそれが正義だと裁判官が思ったのであれば被告の価値が答えなんですよじゃああとはそれをどう原告を特に説得していくのか。 いくら公明正大なことが分かっている裁判官といえどもですよ原告の負けです言った時に原告絶対切れますよなんでですか条文ではなって私の勝ちでしょいやいやいや私が被告のを勝たせたいという価値判断をしたからですというのじゃやっぱりそれは原告は納得しませんよ、ね、裁判官がいくら公明正大でも裁判官の価値判断ですだから被告の勝ちなんですそういうの納得しないで、えー、それはねと。 ここに民法何条があるでしょ、ね、この民法の何条をこうやってこうやってこうやって、えー、再構成していくとほら、ね、被告の勝ちというふうに出てくるでしょだから被告が今回は勝訴するんですよという形で既存の法律を再構成して解釈によって修正して、えー、自分が出した結論を説得的に、まあ、自分が出した結論で説得できるようにしていくこれが法律家の行っている解釈という、ね、手法なんだということをぜひ知っておいていただきたいんです。 でそうするとですねこの解釈実は皆さんもやっていくことになりますこれから、えー、特に、えー、実際の判例を勉強するにあたってまず、えー、裁判官がした価値判断を捉えそしてその価値判断を正当化するために使った解釈の手法というものをですねこう皆さん習っていくことになるのでそれを習っていく過程で自分ででも解釈がききるようになってきますじゃあその解釈ができるようになるために必要な3つのノウハウを今から最後にご紹介していきたい。1つ目がまずね 形式的に適用するべき条文を探し出すすす能力をを養うってことこです形式的に適用するべき条文を探し出せなければ適用できませんからねでそのためにじゃあ何をするかというと流しちゃっていいですよ聞き流しちゃっていいですかねこれから何度も言いますから、えー、形式的に適用するべき条文を見つけ出せる能力を身につけるために必要なことそれは条文の一つ一つの場面を一つ一つ、えー、理解しものにしていくことです。 民法2条はこんな場面民法3条はこんな場面民法4条は A さんがこうしてああしてこうやった場面の話そういう具体的な場面を知ることによって、えー、反対に具体的な場面を見,つ見たときに何条の問題だって逆引ききすするることができるようになりますだからまずはね1条1条、まあ、1条から勉強するという意味じゃない,意味じゃないんですけれども1条以上の想定される具体的な事例を知ることが、ね えー、やがて引いては具体的な事例を目にしたときに、えー、適用するべき条文番号が分かるようになってくるこれがまず一つなんですで次価値判断ができるようにならなきゃいけませんで価値判断つまり条文では原告の価値となってるけど私的には被告を果たせたいというその価値判断ねでこれはね別にあの皆さん何かやっていただく必要はありませんあの普通に生きて経験を積んでこられれば価値判断できるようになります えー、だからねよくその純粋培養の裁判官は。えー 世間の価値判断とずれている、ね、なんていうようなことが起こってしまうそういう、ねまあ、あの皮肉めいたことを言われちゃうのはそこにあるのかなと、ねまあ、ある意味東大の在学中に、えー、司法試験一発で受かって、ね、で就職もしたことなくいきなり司法収集所入ってで司法収集所で上位の成績じゃないと裁判官になれないんですよで裁判官になるためにはものすごいクラスで12番の成績じゃなきゃいけないだからもう司法試験受かった中でもトップ中のトップですねでそういった方たちの中で一番優秀な人は東京地裁に配属されるんですよ。 私そういうい東京地裁でもうたくさんのそういうもういも23歳とか4歳で、まあ、優秀なんだろうなっていう新人の判事さんをお会いしたことありますけどやっぱちょっとちょっとあのお友達にはなりたくないなっていう感じの人があちょ失礼なこと言ってますけどもうなんていうのかななんていうかちょっと世間の認識とずれてるこっちが絶対に負ける気満々で負ける気満々で起こした裁判とかで余裕で勝たせてくれちゃったりとかね <laughs> 例えば自公消滅した債権について。 裁判を起こしてですよだから時効消滅してるんだから本当は私が訴えちゃいけないはず、まあ、訴えてもいいんだけど訴えたって負ける,負ける気満々で、まあ、上司に言われて嫌で嫌でしょうがないけど、まあ、上司に怖いからもう時効、まあ、消滅しちゃって本当は返さなくていいのに、えー、借金返せっていう訴訟をね私が訴えていくんですよでも多く,の多くの被告は「それ時効です」って言って第1回で、えー、口頭弁論って終結して私が敗訴するだからもう敗訴する気満々で言ってる嫌で嫌でしょうがないもうそんな、ね、人間としてどうかと思いますよそんな裁判 起こすのだからもう負ける気満々で訴えてるのにその多くの裁判官は時効だって気付いていない被告人にわざと誘導して 時効だってことを気づかせてくれるような誘導をしてくれるんですよ。裁判官の多くって要するに、あの被告に弁護士がついてないと時効の制度を知らない被告さん被告がいますので、そのえー、時効ですよね。っていう一言を言わない被告がい,いるんですよ。そうすると多くの裁判官はやっぱり弱者に肩入れしますから、そういう時効に気づいてない。裁判官だとああ、時に気づいてない被告だとえー、時効に気づくように気づくように持ってってくれるんですね。 そういうい訴訟追加をしてくれるんですだからそれを私も期待してもう負ける気満々で訴えてるのにもう一切助け舟を出さないでも助け舟出してあげた方がいいんじゃないかなって私が思ってるのに全くそ、ね、知らぬ存ぜずで,で結局勝っちゃったみたいな。 もう本当に申し訳なくても勝っちゃったよみたいな感じでもう負ける気満なんでいった裁判なのに勝ってしまったみたいななんで裁判官助け舟出してあげないんだろうみたいなそういう,そういう裁判官何人かやっぱりいましただからそう、ねあのえー、優秀なことは素晴らしいことなんですけどただ優秀なことよりもいろんな経験積んだ人の方がが、ね、この価値判断においては秀でてるんじゃないかなと思いますそして最後に3つ目ね法律の解釈の手法を知ってほしいんですす法法律の解釈にはやりり方手ががああまルルールがあるんです。 やたらめったら好き勝手に解釈しちゃダメなんですね。 でその解釈の手法を次回四、えー、ページのところでお話をしていこうと思います具体的には反対解釈類推解釈縮小解釈拡張解釈目的論的解釈などというような解釈の手法がございますそこについては次回ご紹介をしますので、えー、今日はそのお法律の解釈っていうのは結局何なのよっていうことまでねちょっとざっと振り返っていただければ結構ですそして今日の講義で何か復習すると言ったらそうですねまあ先ほどやった法律の分類だ とか条文の読み方または条文の語句の使い方等々を思い返すぐらいの復習で結構ですから冒頭申し上げた通りお試し受講ができる方お試し受講じゃない,いや先取り受講ができる方はそちらの方をを、ね、優先していただきたいなと思いますそれでは次回あのお申し込み済みの方は持ってきていただきたいのは6法できればお持ちください6法とブレイクスルーテキストそれから講義ノート、えー 今日の晩書は特に持ってこられなくて結構です。6本講義ノートブレイクスルテキスト、えー、こちらをお持ちください。それでは、えー、本日第一回目の講義は以上で終了させていただきます。皆さんどうもお疲れ様でした。<laughs>